います。はい、皆さん、こんばんは。といった形でございます。土曜日やってまいりました。神戸中央スロットガンでございますけれども、なんか見慣れない人とあと1名、いつもと雰囲気が違う人が一人ずついらっしゃるんですが、やってまいりましたよ。はい。最後の神戸中央スロットガン土曜日。あ、ということ、そうなんですよね。はい、なんとなんと今週をもちまして、そうなんですよ、編成変更という形になりまして、土曜日に放送するのはこれがラストと。ラストですね。はい、いう形になりまして、っていうかいつの間にかこのメガネがいつの間にかグラスさんではない。そうなんですよ。それは何を意識されたんですか。これですか、はい、いや意識はしてないんですけど、はい、単に USJ のお土産でもらったわけですあ、USJ に誰か行かれた、はい、ということで、そうですね、はい、まあもちろん僕が行ったわけじゃないです。あ、行っただけで、あのお土産でいただいたと。そうですね、僕最後に行ったのはもう今はなきエキスポランドか日高田パークか、まあどっちか忘れましたねエキスポランド懐かしいですね。はい、はい、というわけであのお土産でいただいたということでございまして、わざわざこの日のために用意していただきましたが、はい、土曜日としては本日でラストと、はい、いう形になりまして、ちょっとね、はい、土曜日に慣れてる方々とはね、ちょっと、はい、あの寂しい思いされるかもしれませんけども、ね、またね、別の曜日にお引越しという形でまたやらせていただきますんでね、はい、だから皆さんこれから土曜日はニコ生見なくていいので黒子のバスケ見てください。こら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 黒子のバスケ。いやいや、その間にも一応あの、はい、あのね、他の店舗さんでやりますからね、土曜日、あのすいません、奈良と寝屋川南よろしくお願いします。ね、前々としては担当店舗なんでね、はい、担当店舗なんですね。担当店舗ですからね、あのだいぶ真剣な形に今ツッコミ入りましたけど、ね、こらよしもう見ないとか言わない、まあまあまあね、明日のことは考えるな。また見てる。お前さすがや。いや全然見てないっすよ。いや全然それ見てるでしょ、どう考えても他の放送。いやいやいや、今日たまたま日記ボーイに会っただけなんで。日記日記店長に、はい、日記日記ボーイと会っただけなんで。なるほどなるほど、なんか話されてました、はい、ニコ生については。はい、なんかなんかね、女子大生コメントは、はい、北山マネージャーやって言ってましたね。あ、言ってました。やっぱり、はい、ボンドやっぱりな、怪しいと言ってましたけどね。のっけからあれですね、はい、マネージャーになったと同時にぶっこんできますね、あの人もね。はい、じゃあお願いしますね、土曜日もね。というわけで、向かって右側、はい、あの初登場。はい、初登場となります。初登場ですね。はい、はい、といった形で、はい、自己紹介よろしくお願いできますでしょうか。はい、まあ、こちらの中央スロット館副主任ですね、はい、やらせていただいております藤井と申します、はい、藤井さん、はい、はい、よろしくお願いします。そうです。ということで皆さん、はい、あだ名つけてあげてください、ね、お、いきなり、はい、またね、その放送中でいいんで。そうですね、はい、何かこうだん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 こう人となりをこう掘り下げていって、その中からぐっとこう心をつかむようなニックネームを。いいのなかったらもうジャイアントロボにしますから。ジャイアントロボ。鉄人28号か。ちょっと雑くないですか。だいぶ雑いですよね。いや、あれなんですよ、結構言われてるんですよ。あ、そうなんですか。本社の人からは、はい、ジャイアントロボか、はい、高道のくって言われてるんで。高道のく。え、なんで高道のくなんですか。高道のくみたいな髪型してる。ああ、髪型の方ですか。はい、そうですね。ああ、なるほどなるほど。いや、顔全然似てへんのに。今それっぽくないんですけど、はいはいはい、自分で髪の毛切るんですよ。あ、そうなんですか。もう切った時、はい、ほんまにもう高道のくなってます別にプロレスを詳しいわけでもないんですか。そうですね、あ、詳しいわけでもない。はい、全くわからないですもう勝手にあだをつけられたと、はい、じゃあジャイアントロボでって言われてますか、ね、ジャイアントロボでルチャリブレかとか言われてますけどもね、はいはいはい、あ、刺激店長、先週から競馬始めましたということでね。おお、ついに始めてきました。競馬予想よろしくっていうコメントも来てますんで、また今日もね、最後にお楽しみいただければと思います。引退した僕でもいいんですか。あ、引退ね。競馬は引退してはりますけど、はい、そうですね。引退したんですか。引退してますよ。引退詐欺おじさんじゃないんですか。いやいや、違いますよ、ね、あ、違うらしい。おおおおおおお、私も先週から講座ね、ちゃんと解説したんで、そうそうそう、ちゃんと参戦してますんで。なるほどですね、ま、競馬またね、馬券買っていろいろとまた予想もしていきたいと思います、ね、はい、木曜日ね、変更になったということは、はい、ちょっと土曜日の予想はもうね、リアルタイムでできないんですけども、はいはい、まあ、木曜日は反省会と銘打ってですね。そうですね、はい、ちょっとわちゃわちゃ言う、反省会しようかと思ってますので、はい、なるほどですね、はい、じゃあ前々のみそぎの時間を用意してみそぎ会なんでみそぎなんかみそぎなんや、はいはいはい、といった形でございまして、はい、まあ、四国ね、一番最初ですけれども、まず告知の方、告知の方行きたいんですが、まずどっか行きましょう、はいはい、なんかありましたっけ。あ、なんか、まあ、別に明日も来てくれたら全然いい。そうですね、明日もね、うん、ね、5月31日ね、また、はい、まあ、日付変わりました本日でございますけどもね。そうですね、また来ていただければ。そうですね、来ていただきたいなと、はい、ね、神戸中央スロットから来ていただければと思います。6月からはね、はいはいはい、
私ハードことドキドキとあのね生田川店の極悪ことワクワクの2人でワクワク店長が、はい、あれ、はい、ドキドキになったの、ちょっと待ってください、はい、ドキドキ店長になってました、ドキドキですね勝手に結構前から言うてませんでしたっけ、それ言うワクワク店長は聞いてましたけど、うん、はい、ドキドキ店長はあんまり僕聞いてなかったんですけど、おかしいですね、はい、あれドキドキラブメールが一応メインテーマで流れてる松浦屋ですか、そうなんですか、松浦屋、はい、それはちゃんと池田店長に許可もらってください許可もらうんですか、あの松浦屋だいぶ好きなんでいやいや違います、あの人巨乳のグラビアあるの好きなだけですよ、ぶっちゃけの話、あの篠崎愛ちゃんね、はい、そうですそうですそうそうそう、ね、はい、まあ、あとね、はいはい、明日も来ていただきたいっていう話なんですけど、6月ですよ、6月、うん、6月といったらね、やっぱあれですよ、キコーナーのスロー戦ですよ、ああスロー戦ね、はい、いろいろと取材もね来られてるいろいろあるということなんで、はいはい、なんかいっぱいめくってますけど、スロー戦の神髄っていうのもありますんでね、ああすごいすごいすごい、はい、なんかでっかいボーンってね、はい、3店舗、あらキコーナー海北店、はい、キコーナー豊中南スロット館、はい、キコーナー神戸中央スロット館と、あスロー戦という形でね、はい、とこういう風に来てると見せかけて、はい、さらにまだ次のページ、はい、なんだこれスロッターズガイドブックだとということで、はい、今度なんかまた神戸城スロット館と、あらまた気候の海北店と、海北店で、はい、どんだけこだわるねみたいな、いやーすごいじゃないですか指定で、はい、店長はね元ここのね神戸城スロット館にいらっしゃった東店長ということで、はい、ここにちょっと鼻でかい人出てますので、あら、はい、あらららら、はい鼻でかい人、はい、そうですね、顔じゃなくて鼻がでかい、特殊されてるじゃないですか、なんで東はあんな小学生なんですかっていうぐらい出たがりなんではいはい、なんか無理やりなんかもうあれですけどね、はい、もう出版の OK 出る直前に無理やり入れてもらったっていう感じどんだけ出たがりやねん、グイグイいけますけどね、店長東って書いてますもんね、そうなんですよ、2代目新店長って書いてますんで、うん、顔は普通で鼻がでかい人やと言われてますけどね、そうそうそう、はい、そうそう、ああなるほどなるほど、はい、ぜひね、そうですね、キコーナーさんのスロー戦の方もね、はい、数々気合を入れているということですので、ね、6月は、はいはい、来ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします、はい、お願いします、はい、そして下でございますドンということで、そうですね、新内入会5月26日行ったということですね、もう行ってますので、はい、はい、今回の導入機種がですね、はい、ドラゴンギャルとドラギャル、はい、噂のパイユーキと、あ出ましたねパイユーキ、はい、5台ずつありますね、なるほどなるほど、5台5台という形で入っておるという形でございますね、はい、はい、一応さらに見てもらったら、はい、この前、まあ、お客様導入リクエストで、はい、カイジ3とカイジ3スタードライバーと、はい、マジカルハロウィン4入れたんですけど、はいはいはい、まあ、ちょっと今後もやっぱニコ生とかでコメントで入れていただいた方が、うん、まあ、リアルタイムでね、そうですね、リアルタイムで反映できるかなと思いましたので、なるほどなるほど、ぜひとも導入機種のリクエスト、うん、はい、ニコ生登録していっていただけたらなと、はい、コメントしてくださいということが書いてますけどもね、そうですね、はい、極力ちょっと努力して入れていきますので、はい、ただちょっとねやっぱり手に入るとか手に入らないとかの、まあまあまあ、あれもありますので、はい、ちょっとそこはご希望に添えるかどうか分かりませんけど、できる限りはやっていこうと、うん、なるほどなるほど、はい、いう形でございますね、皆さんね、これ入れてほしいというね機種ございましたら、はい、ぜひコメントでね打っていただいて、でコメント打った後我々はねコメントちゃんと店長のもとに送っておりますんで、はい、必ず目通してもらえるもんと思いますんでね、よろしくお願いいたします、お願いします、はい、といった形でございまして、はい、で本日ですが、はい、質問は実践機種は、はい、まあね、今日はギャル好きのジャイアントロボが来ましたんで、ギャル好きなんですか、ギャル好きっすね、そうですね、はい、ということでドラゴンギャルで、ドラゴンギャルの方で、はいはい、行きましょう、ドラゴンギャルの方はあれですか、それは富士さんのお好み、お好みというか好みには合ってるんですか、こちらの方は、あそうですね、まあ少しだけなんですけど、ね、少しだけ、はい、少しだけ、まあ完全にこれ店長の趣味でしょうね、はい、間違いないよね、じゃあ僕はね、どっちかというと何でしたっけ、昔サミーであったギャルズマジックっていう4号機が、あありましたねギャルズマジックね、はい、はい、の方がいいですけどね、そっちの方ですか、はい、あれドットですけども大丈夫ですか、ドットですね、はい、シュールやなシュールです、じゃあ今日はね、はい、ドラゴンギャルで、はい、はい、戯れていただくと、まあ、指導をしていただくと、でいつも通りね、ビンゴ、ミッションビンゴを用意しておりますので、はい、お願いします、はい、そちらの方できるだけ成立して皆さんにこういいところをねバンバンと見ていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ早速ですけれども指導の方スタート、はい、ね、行きましょう、しましょう、よろしくお願いします、はい、じゃあ28号は2番目で名前どんどん変わってるよね28号なんかね、ビッグオーも入れてっていうね、やってビッグオーも入れてました、ビッグオーもあだ名の候補に入れてほしいというね、はい、コメントも来ておりますので、ちなみにこれドラゴンギャルあれじゃないですか、ニコ生初放
放送ちゃいます。そうですね、何気にニコ生としては初放送になりますけど、まあ、そうなんですよね、はい、大人の本音を言いますとパイユーキの放送ばっかりだったんでドラゴンギャルですよね今週パイユーキ多かったですもんね、まあ、今週パイユーキ3回ぐらい放送しますからね、何気にね、はいはい、そうですね、はい、といった形でね、本日もあ、メガネ元戻りましたね、はい、はい、じゃ あのこちらね、はい、藤さんはこちらのカメラで、はいはい、店長はこちらのカメラという形で、はいはい、本日ですよ、ビンゴの方ね、いわゆる復活チャンスの金の卵チャンスと、あと5億を倒せの方の撃破ですね、それとムイムイチャレンジ成功と総流チャレンジの成功と、あと500枚オーバー、1000枚オーバー、そして一番真ん中のフリーのところには AT 当選という形になってます、ね、黄金流同梱が同梱に関しては右上と、ドキドキガル自然が左下という形になっております。はい、いろいろと遊んでおりますけどもね、店長の、ね、カメラでね、はい、そしてスペシャルの方が覚醒ラッシュ突入という形になってますんで、ぜひ頑張っていただきましょう。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、というような感じで、シダースタートしていきましょう。よろしくお願いします。やってやって、夜なって言われてますけど、夜なハードちゃん近いよって言われてますよ俺の背後に夜なハードちゃん落ち着いて、あ、すいません、お互いにちょっと右側に寄る形でちょっとシダーする形で、ちょっと寄り町隆ですね、はい、小ネタがすごいな、なんかえらい今日ぶっこんできますね、ハードちゃんね、やっぱね、ちょっと各週やとね、ちょっと、うん、あのいろいろあるわけですよ、たまるものがいろいろある、なるほどなるほど、ちょっとニコ生に出てないと禁断症状が出てくるという形もあるんですか、ね、いやでもコメントあれじゃないですか、もう解禁症だみたいな、いや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 何言ってるんですか、僕一切見てませんからね、刺激絶好調って言われてます、ね、早速 ね飛ばしておりますけど、ね、でもね最近リスナーさんもあの店長のコメント分かるようになってきたんじゃないかなとは思ってるんですけどもね、なるほどなるほど、なるほどですね、はい、いやね、じゃあ早速ですけども、はい、スタートしてください、はい、よろしくお願いします、はい、はいね、はい、というわけでね、コメントまだもうねたくさんいただいてますんで、ありがとうございます。はい、もうね早速ですけれどももう早速来ましたね、茂雄来たね、茂雄茂雄来ましたね、高橋茂雄来ましたね、これね、はい、ね、刺激店長ってねコメントも来てますけどもね、こんばんはと、今日もリアルタイムコメントやってきましたと、ありがとうございます、ありがとうございます、晩は刺激、こんばんは刺激店長ってね、はい、そうか森店長解雇かとか言われてますけど、解雇じゃなくてね曜日お引っ越しでございますんでね、はい、はい、お間違いない、要注意や言うて、はい、解雇って、いやそれもまたねどうした今日あの細かいあのダジャレまでちょっと入ってきますけどもね、はい、はい、JP さん刺激一回殴っとこうって言われてそんなことできませんけどもね、はい、昨日もコメントコメントしましたか、刺激って言われてます、昨日コメントしましたか、いや一切してねえしえ、なんかちょっと戸惑ってますけど、コメントとか一切してねえし、昨日ね茨城店だったんですけど ね、 そうですよね、大事故のね庭店長、いや庭店長はね、はい、ちょっとあんまり面識ないのでやってないですけどね、はい、あ、そうなんですか、はい、なんか絶対どっかでぶっこんでそうな気がするんですけどね、桜井さんでええやんとか別にやっぱりやっぱりあの桜井コメント刺激店長がもう なんかね雰囲気でだんだん分かってくるって、ね、帰りに話してたんですよね、そうそうそう、絶対刺激おったよな、そんな話してたんですけど、したなって言ってます。ちなみに藤井様今までこの、ニコ生ですけど放送見られたことがありますか。そうですね、今 2,3 回なんですけれども、お、はい、実際見られてて無茶してるなとかいろいろと思いました。わあ、そうですね、まあ、たまにですけどね、はい、はい、なるほどなるほど、いやね、あのわざわざほんと見ていただきましてありがとうございます。まあ土曜日はね、ということですね、割と落ち着いた放送になってますんで、ね、そうですね、土曜日は比較的まだ落ち着いてるかと思いますん で、 そうですね、他の曜日はちょっとわちゃわちゃしますけどもね、はい、いろいろとなかなかねこう初登場の方が躊躇される場面も多数ございますけどね、はい、まあ、あのとりあえずねあだ名決めたいのでどんどん ね、 ね、 ねあだ名入れてもらって、はい、はい、面白い、今まで実際にその店の中で藤井さん呼ばれてるようなあだ名とかあるんですか。はもう普通にそうですね、藤井であったりとか、まあ、店長から、まあ、ちょいただいてるのは、まあ、たかしですね。あ、たかし、下の名前で。いや、そうですね、下の名前、としかつなんですけど全然関係ない、はい、なんで、あの藤井、そのまんま藤井たかしから取ってたかしなんですかね。そうですね、たかしか、かつとしか、としかつか、はい、FGE か、ようさんあるないろいろと呼ばれてますね、これね、意味不明やないかとかね、あだ名をつけるにはまず性癖から教えてもらわないといかんってコメントもしてますけどねいや皆さん、あれですよ、藤井の性癖はね、はい、性欲と一緒でどぎついで、どぎつい、どぎついで、みんなご本人はどぎついと思ってらっしゃいますわあ、そこまでだとは思うんですけれども、はい、はい、まだ、まあまあまあ、例えばそのなんていうか女の子の趣味的にさっきギャル好きっていう情報があの店長から入ったんですけど、はい、あのそれは間違いはないんですよね。わあ、そうですね、好きですね、好き、はい
らしいですよ、はい、ギャル好きというね。いやそう言ってますけどね、はい、あの彼女結構固い普通に保険の仕事してますから、ね、全然ギャルちゃうやん。めっちゃバラされてるし、もう完全に内情早くされてるじゃないですか、はいはい、通報しましたとかね、スマイリーとし君とかね、マムシフジとか言われてますけど、色などは早速ついてますけど、ね、お、ムイムイチャレンジ行きましたね。ムイムイチャレンジ行きましたね、早い、はい、早い。さっき砲撃ね、4つぐらい溜まってましたから、はいはい、これでクリアすれば、一気に、ビンゴが2つめくれる形になりますね。ギャルちゃうやんけ、藤井保険とか言われてますけどね。藤井保険、硬いな名前。硬そうやなこれ。たかしさんの波動砲は何パーセントですかって言われてますけど、いやーすごいですよ、重鎮率がね。重鎮、重点じゃなくて、はい、重鎮ですよ。重鎮率がだいぶとすごいんですかね。やっぱり清純派ですね、はい、どんどん死もぶっこんでいくっていう ね、 そうですね、はい、あ、大仏熱いでって言われてますけど、さあどうかな、う、ね、来ましたか大仏、保険会社の人が枕営業している AV がするというね、あのコメ、あのコメントで自らこうバラしていってる人もいらっしゃいますよね、はい、さあ開始どうかな、残りいけそう、継続、さあ大仏チャンスだったね、大仏のものまねしてゲスパー神戸やなって言われてますけどね。おっ、プッシュ、ああ弾かれた。一応これ砲撃の数だけね、チャンスございますんで、はい、一応3つ、残りは3つですね、はい、今3つ、残り3つ目の3つを、3つのうちの1つを消化しているという形ですね、はい、店長見せ場ないから無言になってるぞって言われてますよ、ね、いやいや違いますよ。ちゃんとね、藤井の盛り上げてるところを僕が邪魔しちゃダメじゃないですか。なるほどなるほど、はい、今ねちょうどムームチャレンジ入ってますからね、はい、さあ残り2つどうかな、お、え、さあ外れからの、それからの来ますか、よし、あー残念、外れた、ね、あと1回、お、大仏は1個につき 20% やでと言ってますけどね。 20% か、 20% で今4つありましたからね、ぼちぼち引きたいところですけど、ね、北斗の転生みたいな感じですね、はい、確率的にはちょっと厳しいかな、あー弾かれた、強っ、強かった大仏、いやー強いですね、すごい奈良の大仏は強いですね。奈良の大仏、いやいや、またある人出てきそうなんで、そうですね。いや、まだギガ制限食らってるんじゃないですか。あの方がね、大仏ですからね、うん、某 N 県にね、そうですね、はい、T 店長ね、 T 店長 ね、 ね、はい、いらっしゃいますけども、ね、はい、はい、うん、ハードちゃん、昨日安倍ちゃんのおかげで清らかやったでって言われてますけどもね、安倍ちゃん、安倍ちゃん、安倍ちゃん、茨城店のね、茨城店の新卒スタッフ、いや超絶美女の安倍ちゃん、はい、女性の方なんですけども、なんでうちの店にはそういう方は出てくれないですか。いやね、庭王子が抱え込んでますけどもね。そうそうそう、茨城店のね放送は割と女性スタッフの方出ていただいてるので、なんかその前もまっちゃんがなんか出てましたよね。そうなんですよ、よくご存知で見てるやん。見てねえし、そうそう、すごくね可愛らしい、今風のね、もう本当にモデル並みのね、いやほらね、度がつく美人やったってね、そうそう、すごい本当に綺麗な方でしたね、食いついてますけれどもね、はい、はい、あ、キコーナー名物の質問ですが、たかしさんのお母さんの名前は何ですか。あ、出ましたね、お母さんの名前はるみですね。あ、はるみさん、はい、やったね、はるみちゃん。懐かしい台出てきましたね、ヤーマさんのやつですけどね、はい、はい、大仏富士、はじかれ富士とか言われてますけどね、たかしホットホットならずとか、そっちよりみんなあれですね、想像されてますけどもね、はい、今日はムック店長いますかね、いませんね、ここ大東ではございませんので、うちにはいませんね。あ、なるほど、あ、ちょっと似てる、なんか今ね声が、そうですね、まあ、ちょっともうそろそろ休憩行こうかな。早っ。もうちょっとうつん疲れてきたから。まあ、ちなみにね、ここは、うん、ムクでじゃ多分2人ぐらいいるんで ね、 でね、今日の放送は大体 いると思いますけどね、はい、デピーさんのモノマネしてるってなんか視聴者さん言うてましたよね。まあね、まあ、言ってはった人もいたみたいですけどね、なんやこいつら。、はい、うん、俺の彼女で、ね、天使だよ、ダブル美人やったって言われますよね。そら店長がゲスイから女性スタッフはおらんのやでって言われてますよね。ゲスパー神戸にはホモしか来ませんとかね、ホモしか来ません、ホモね。バリ見てるやん、見てますやんとか言われてますけどね。JP さんは昨日の夜に安倍ちゃんが出てきてないですね、春ちゃんって言われてますけどね、いきなりもうお母さん
の名前が連呼されてますけどね。連呼されてますね。はい、しっかりチェックしてるんやねって、やったりやったぜハルミちゃんでって言われますけどね、神戸ってどうして女の子がいなくてむさい男だらけなんですかっていうコメント来てますけど、これ完全にマイマイが無視されてますねこれね。あ、そうですね、はい、いやいや、スタッフってことでしょ。スタッフの話、いやいや、ね、はい、いやいやいや、他の放送も出てないでしょ女性スタッフそんなに出てないよね。そんなに出てない、はい、茨城県だけやね出てんの。そう、今のところちゃんと出てきてくる、あのフルでというか、まあ、前のね、そう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 、抹茶も途中まででしたけど、ね、まあ1時ぐらいまで、ね、出てくれましたけどもね、はい、都はるみ笑いってね、マイマイペチマイからマイマイ好きやでって言われてますけどね、ありがとう、客層も店長も下水からやとか言われてますけどもね、はい、似てる、おかしいですねあのお客様の層も、うん、私ら従業員どももそう上品だね、はい、清らかですから、ね、清らかですから、ね、はい、うん、雰囲気ものまね似てるとか言われてますけどもね、はい、フリーザさん今日も安定のローピッチャーお願いします。殺しますよ殺しますよ、もうそれしか言わへん、もう最近もうだんだんと幼なになってきた感もありますけどねこれね、フリーザ版のロボピッチャーですよね、みたいですねこれね、はい、私の戦闘能力は53万ですよ今ちょっと今最後ですよちょっとあの付け加えた感ありましたけどね、ですよ、はい、危ない、はい、危ない、はい、神戸という街で女がおらんのかと思ったんです。いや、女ばっかりですよね、可愛い女性多いですよ神戸。3度目は私通ってきましたけど非常に多かったです。そうですね、はい、うん、マイマイさん、芸能人の寮に似てるって、ね、あ、昔よく言われてましたね、マイマイ人妻だからな、はい、俺客像だ、まあ茨城だけしか可愛い、女の子は出てないっていうねコメントも言ってます、ね、そうですね、今のところそうかな、はい、うん、自称清らかほど怪しいもんはないとか言われてます。間違いない、はい、我清純派やからね、我店長ぞって言われてますけどね、はい、はい、なんかデスボール消えって言われてますけどね、ドラゴンボールネタちゃうの、あ、これあれかドラゴンボールの成田か、はい、うん、最近マイマイが吉瀬、あ、吉瀬美智子、吉瀬美智子、あ、その人多分眼科行った方がいいね、あ、眼科行っといて、はい、まあ、ごめんなさいね、ちょっとあの、あ、逆やったら、ね、逆でしたね、はい、申し訳ない、フリーザさん、あの金色にならないんですか、ゴールデンフリーザ、ゴールデンフリーザ強いですけど ね、 強いですね、映画見に行きましたけどね、いや見に行きたいですけどね、僕も面白かったですけどね、思いますか、はい、ちょっと行きましょうかね、行きましょうか、ね、ぼしぼしと、はい、ちょっとそれも考えてますか、はい、はい、最近 JP さんが満足さんに見えるって、それお腹が太ってるからかこれ、ゲーム性の解説頼みますというコメント来てますけれども、はい、これは順、AT キーという形になりますね。そうですね、はい、増やしていくには、はい、まあ、あの AT をメインにして増やしていくという形になります。で、先ほどねムイムイチャレンジありましたけれども、そこ成功もしくは、ビンゴの真ん中の下ですね、ソウルチャレンジ、これに成功すると、まあ、AT 当選という形になります。はい、あ、俺 JP さん見てお菓子食べたくなって、どういうことやろな俺唐突やね。リクエスト機種の話ですけれども、はい、バイオ5とミドリドンビバ情熱南米入れてっていうコメントも来てますね。あ、ミドリドンはちょっと難しいかもしれませんけど、バイオ5 はちょっと検討します。そうですね、最近再導入してる店舗さんも結構あるということで、そうですね、そうですね、はい、今からでしたら可能であればバイオ6と同時ぐらいに、あ、なるほどなるほど、なんとか、ね、新たに出ますからね、バイオ6、ね、まあ、なんか比較とかできそうですよね、5対6みたいな ね、 あ、 そ、 うですね、それもありかもしれないですね。宮川南確かバイオ5あったと思うんですけどね。それとあと鶴見店さんが最近ね、はい、再導入という形でまとめて入れましたけどね、はい、はい、はい、ハードちゃんも可愛いよって言われてますけどね、はい、ありがとうちょっと声を今改めましたね、はい、今ね、はい、木村翔太郎と大君中村店長の鶴見コンビについて一言どうぞ。いや、一切出たとか一言も言ってなかったですからねあ、そうなんですか彼は。あ、なんか聞いた話だとね、この神戸中央店さんに、はい、小話とかはいろいろ伝授してきたという話は放送でされたんですか、ね、誰に伝授したのか分からないんですけど、えらい上から大君ですよね上から大君なんかね、大君さんね、改名考えてるみたいなんですよ。はいはい、大君中村っていうのをちょっと変えようかなっていう話を、いや、なんか転勤する前から言ってましたよ、それは。やっぱミラクル天井って言ってましたけどね、この間は。本人はこれミラクル天井がいいらしいんですけど、いやいやいや、オカルトのパクリやない前任のね、はい、オカルト店長いらっしゃいましたけれども、そうそうそう、はい、ね、鶴見の放送でまたね、大君さん出ていただけると思います。おおおおお、フリーズフリーズや、うっそー刺激やる刺激やる、やったで、これ激アツやで、これ激アツでしょ、はい、ちょっと一画面します、はい、今日も、はい、はい、今日もパチスロ TV やってまいりました。すげえすげえ、
ハードちゃんが藤井を食ってしまったんごって言われてますから、ね、おーすげー、大歓喜来ましたね。ハードちゃんかっこいい過去1000円コメント、1000コメント来ましたね、久々の、はい、来ましたね。フリーザさんフリーズしましたね、はい、一言どうぞって言われてますけどね。おやりましたよ。それで、フリーズしたってことはなんか10万分の1、マジっすか、すげえ。これもうスペシャル入ったんじゃないですか。あ、そうか、ソウルランボやからあれか。ソウルランボは違いますね、これね。これは AT 直当選になるのかな。これフリーズの恩恵ってどうなんですか。どうなんでしょう、ちょっとフリーズの恩恵わからないな。ちょっと信頼すぎてわからないんですけど、うん、視聴者さんね、わかる方教えてください。いや、すごい来ましたね。いや、来ました来ました。はい、説明書見てみましょうか。説明書、ブチューンおめでとうってね。これが遠隔で、遠隔でするやったらもっと早押してますけどね。はい、うん、ハードちゃんやりましたね。さあ、刺激何ゲーム伸びるか楽しみって言われてますよね。そうですね、てかブチューン乗ってないですね。乗ってないよ。昨日引いたけどストックはゴーちゃうかっていうコメントも来てますけどね。いや、すげーとかね、ハードちゃんが藤井を食ってしまったとかいうコメントも来てますけどね、はい、いやいや、藤井さんは食えないですよ。あ、ストック5以上、5から9っていうコメントも来ましたね。ありがとうございます。幅があるね、5から9って。幅ありますね。すごいね。ハードちゃん、今の気持ちをアムロで一言。やりました、ブライトさん。細かく似せていくスタイルですね、この辺はね。ああで、あ、大君店長になったのって、そうです、つぐみ店の店長にね、はい、大君中村さんになられましたので、これからもね、はい、水曜の配信出ていただけると思いますので、はい、こちらもお願いします。また今後とも水曜日またよろしくお願いしますね。あ、俺も引いたけど1300枚ぐらいだったっていう方もいらっしゃいますね。あ、ちょっと少ないかな、うん、基本は5ですと、振り分けが5が8割っていうコメントですね、うん、あ、じゃあまあこのね、正常派のハード店長だったらまあね、8割超えてくれると思いますけどね。そうですね、はい、まあまあまあそうですね、はい、8割超えの森と呼ばれてますので。そうなんですね。大丈夫ですね、はい。うん、JP さん、今日西武ドームで三振が多すぎだって、これ阪神ですかね、これね。俺スポーツニュースで畠山を見ると JP さん思うんですけど、ヒゲつながりですね、これね。あのデブのヒゲつながりですね。店長、お気どき入れてっていうコメント来ますね。そうですよね、まあ、僕もそこ入れたいんですけどね、うん、なかなか手に入らないんですよね。やっぱりあれも人気はありますからね、これね。一番手っ取り早いのは、あのキセラ店のお気どきを早く外してもらうというのが一番。そこは奈良あのね、あの宮店長と相談しないと。そうですね、要相談という形ですね、はい、あそこ確か20台あるんで、半分ぐらいもらってもいいんじゃないですか。そうなんですよね、ね、バイオ5でリプレイが多かった、そんなイメージですね。梅北の台取ってきたらいいと思うのってコメント来てますけど、ね、梅北コレクションね。梅北でも置き時ないでしょう。あ、置き時なかったと思います。多分うちのキコーナーで置き時置いてる店 2,3 店舗ぐらいしかないと思うんですよ。あ、そうなんですね。それだけちょっと入らなかったんで。あ、なるほど。うん、バイオ6で大量導入ですかってコメント来てますけど、まだその辺わからないですかね。そうですね、はい、まあ、導入するとしたら5台以上は入れたいところですね。なるほど、はい、ギアスの再導入もと思ってかと思いました。ギアスはね、残念ながらもう検定切れてるんですよ。切れちゃったんですね、これはね、はい、あ、ゴッドの神々の系譜をリクエストでって方もいらっしゃいますけどね、系譜もアウトかな。そうなんですよ、3年以上経ったらもう検定切れなんで。そうですね、基本導入はできないという形になりますね。っていう形になるんですね、はい、その辺はまたね、リクエストとしてはバンバン受け付けておりますので、はいはい、ちょっと入れる台入れない台っていうのはあるかもしれませんので、ね、でも広角機動隊入れてとかね、言われてもらえる。広角機動隊か、あれどうなんですかね。あれ伏せ点で確か入ってたような気がしますけどもね、はい、この前リングにかけろリクエストされたんですけど、あ、リンかけ、リンかけ、リンかけね、なんか中古業者が見つからなかった言うてこの前。あ、そうなんですか。電話あったりとかもあるんで。見つから、あ、なるほど。そうなんです。ありそうなやつでも意外となかったりってこともあるかもしれないですね。そうなんですよ、古かったら手に入らない場合があるんで。なるほど、うん、あ、最近のフリーズって全然出えへんやん、これどれくらい出るんかなってね、コメントも来てますけど、ここからが楽しみではありますけどね、うん、この台で250とそんなに出えへん気がする。ハードちゃんブチュンですよってコメント来てますね。ブチュンですか、はい、今来ました皆さんこんばんは、店長フリーズおめーってね、コメント来てますね。ありがとうございます。はい、あ、大君が鶴見店長だとってことでね、鶴見店店長になられましたよね、はい、あ、フリーズは 65,536 分の1だったということね、はいはい、なるほどなるほど。うっそ、そんな確率は引けんのに。399分の1が引けない。そっちか。つらい。最近つらいんですかね、その辺は。店長、最近なんか打ったんですか。399は、最近399は打ってないんですけど、はい、
まあ、サイボーグ009で2万機構使って何も当たらず、その後また大海スペシャルで2万機構使って何も当たらずめっちゃさまよってますね。もうだいぶさまよってますねこれね。いやすいません、もう多分ね店長のその009の引き全部私が持ってったんやと思います、ね、そうですね、前々が全部持ってってますね、はい、これね。あと地獄少女でなんか激アツ4大演出でなんか 70% ぐらいある期待度のやつを外すという、うん、そんなばっかりですね。激アツ外しの森ですね今度からは、ね、そうですね、はい、ね、金子はピリッとして ね主任って誰になるのっていうコメント来てます。今主任さんが今不在になりますね。あ、不在という形になってはるんですかね、はい、主任さんは役職は副主任ですね、はい、はい、なっておりますんでね、森に食われた藤井っていうあだ名はどうですか。いやいや長いですね、だいぶ長いですね。言いにくい、はい、食われたっていうのが意味深すぎて困ります ね、 そうですね、これはね、はい、僕も呼ぶとき森に食われた藤井っていうあだ名じゃないですか店長からも言いづらいですねこれね重大芝居の近いきついよね、系風っていうねコメントも来てますけどね、誤解しとくでも天国入るから上のその引き次第だねってねコメントも来てますね、ということでとりあえずハードちゃんの AT 当選埋めておきましょうって埋めましたね。いやちょっとフリーズがね、はい、残念ながらビンゴのあのスペシャルのところに入れてなかったですね、もう完全にねそこは入れてよあれでしょ、まさか引くと思ってないってやつでしょ。思ってなかったですね、申し訳ない、はい、うん、検定機入れる前に入れてたらセーフなんですかっていうコメント来てますけど、そうですね、ただその代わり例えば、はい、認定っていうやつがあるんですけど、はい、その認定っていうやつを受けたらまた3年間延長して設置することができますね。ああなるほど、3年、はい、3年という形になっていく、ね、そうですね、ただ認定を受けてないと何か部品とか壊れた場合に、うん、もう撤去せざるを得なくなります。ああなるほど、故障した場合にはもうそれまでという形になる、ね、そうですね、修理がね効きませんからね、なかなか大変ですよね、はい、その辺もねメンテナンスは。画廊伝説プレミアムはどうですかっていうことも来ますけど、画廊伝説プレミアム来ましたね、うちの店にもありましたよ1年前に、はい、ありましたね、そういえばあったありましたね。あ、北斗はあるんですか、と北斗はありますよね、転生はあります ね、 ありますね、世紀末はもう検定切れてますね。なるほど、そうかそうか、まあ、ただ、はい、一応新しい北斗がね、うん、9月頃に出るんじゃないかと、あ、らしいですね、はい、ちょっと楽しみですけ ど、はい、そうですね、まあ、一応3スペック通ってるらしいんですけど、あ、そうなんですか、ただ一応 AT 機で出すんじゃないのかという、ほう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 、現在では噂が流れてますね。なるほどなるほど、ちょっとその辺もまた興味湧 湧きますけどもね。あ、輪掛け黄金マジで入れてほしいとかもいらっしゃいますね、はい、2回目ね、黄金じゃないんですよね、黄金はちょっと切れてしまってまして、あ、そうか、一番ギリシア12神編のほうですね、なるほど、はい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 、はい、あれだとまだ導入可能という形みたいですね。輪掛けも人気ありましたもんね、なんだかんだ言いながらね、もう最初出た時からずっと人気シリーズですからね。そうですね、はい、右の答えですかということでね、副主任の藤井さんでございます、はい、現在絶賛あだ名募集中でございますんでね、はい、どんまいですね。銭形はありますか。銭形は今ないですね。ないですね、はい、2万使って当たらなかったの、刺激どんだけ引き弱いねとか言われてますけどねいやそんなもんでしょ そんなもんでしょそんなもんやと思いますけどね、はい、そんなもんでしょう、はい、うん、神戸中央モンハン多いよねっていうコメント来てますけどね、今15台まだありますね。そうですね、まあ、でも今日ね、あの10時頃来させていただいたんですけども、たくさんのお客さんも本当に、まあね、あのついてましたね。モンハンやっぱ人気あるんですね、まだね、まだね、現在面の方ね、一応やっぱある程度人気のない機種から撤去はしていくんですけど、はい、まだ15台あるってことはまだ人気あるってことです ね確かに全然その、まあ、値段運動も含めてですけども、まあ、人気はありますからね、あまり下がってないですよね、下がらないっていう、うん、あれらしいですけどね、はい、ああ、アムロ今スイカ取りこぼしたねって言われてますからね。あれ取りこぼしました？さっきのやつ、ね、あ、ちょっと前のやつ、ね、ああ動いてたやつですか、はいはい、ニカノはね見せるから引き弱くなんねハードちゃんって、あ、それはあるかもしれないもうフリーズ引いたから当分引けないんじゃない、また、そうそう、いやそうっすねプライベートをどうするかちょっと思案のしどころですけどね、はい、この辺がね、藤井さんプライベート最近どうなんですか、打たれます何か、はだいぶ打ちに行ってますね。例えばどの辺打ち、な、何かこう好きな機種とかありますか。好きな機種は僕バジリスクがもう個人的にだいぶ、はい、バジ好き多いねやっぱり、ね、多いですね、はい、ちなみにね、こうゴツ引きしたよっていうのなんか最近ありますか。最近は逆パターンが多いですね。あら、逆はい、ということはもう完全に下降線一直線みたいなところですね、はい、あらなるほど、まあ、でもバジレスコも一撃非常にね大きい機種ですし、あと神戸中央ソロトカンさんね、たくさんバジレスコ絆導入してますんでね。そうですね、はい、何台でしたっけ。30台ですね。30台か、そうですね、あのたくさんございますんで皆さんまた来てくださいね。入り口入ってすぐです ね、はい、よろしくお願いします。店長好きな機種なんですか。好きな機種ですか、はい、でも最近ゴッドイーターですね。あ、ゴッドイーター
あれなかなか面白いですよね。普通なんていうかこう、はい、スサノオはなかなか入れないんですけど、いやー未だにスサノオを引いたことないですね。あの周りがバンバン入れてるんですごい僕は困惑してるんですけどね。そうなんですね、はい、うん、あれ SP に入ってなかったのかで、シーサー読んだりはしましたかっていうコメントもしました。シーサーはオープン当初1回来られましたけどね。ああなるほど。あ、デビルメイクライ4はありますかっていうコメント来てますね。デビルメイはちょっと前までゴスロにあったんですけどね、今ないですね。もうないということですね、はい。こんばんは SNK 来たってね、刺激もぐもぐ風林火山増大しようってコメント来てますけどもね。いやー、あの多分増大するほど正直人気ないですよ素直なとこ来ましたねこれね、はい、はい、ね、うちの近所は初代ガルがまだあるって方もいらっしゃいますけどね。あ、すごいね。メゾン夏色はありますか。メゾン夏色、いや、ちょっとないですね。あ、今はないと。メゾンももう限定切れてますね。あ、何年も切れたんですか、あれ。もう多分2ヶ月ぐらい前ちゃいますかね。お、暑いって言われてますよ、店長。あ、クーフバトル行ってますね、これね。店長詳しいな。セキュリティとかもう、キュロゴ2が限定切れ前なのでよろしくって言われてますけどね、バジリスク藤井とか言われてますけどね。バジリスク藤井、めっちゃかっこいいあだ名つきます。すごいなんか強そうですね。強そう。はい、うん、はい。引き強そう。藤井リスクとかでいいんじゃないですか。藤井リスク。フジリスクいいかもしれないですね、これね。はい。フリスクみたいになってますけど。はい、なんでキコーナーってバジ人気なのって。もう店長がね、うん、結構キコーナーのバジ打つ人多いですね。結構多いですよね。はい、あのプライベートでも打たれてる方多いですからね。熱いって言われてたのに普通に外れた。もう3セット目やけど大丈夫って言われてますけどね。そうっすね、うんうん、絆は一撃強くないし低設定地獄なんだよな。圧力ライターを共に打ってみたらどうでしょうか。山里ギャザーですね。ワロタ熱いって言われて、ね、大海点々でっかく小声って言われてますよねだいぶとね、大海でもちょっとやられたという ね、ハード店長でございますけどね。そうですね、はい、でちょっと展示会で大海ブラックっていう新しい大海を聞いたんですけど。あ、そうなんです、出るみたいですね、あれね。そうなんですよね。それですぐ当たるんで、はい、一応サイン用の人に、はい、あのプライベートでは大海で負けてるっていうところでしかもその落ちのタイミングでホッパーエラーやるとなかなかやりますね。そうなんですよ ね、あ、天然富士とかね、今あだ名来てますけど、ね、天然富士めちゃめちゃ強そうですね。なんかええところばっかりあだ名になるじゃないちょっと天然ね、卑猥ですけどね。最近あのムック店長はよく天然のモノマネやってますけどもね。やってますね。そうなんですか、はい、うん、あ、マハロ入れてって方もいらっしゃいます。オキスロ、オキスロってか、オキスロっすね。はい、あ、天然藤井の他にバジーさんっていうのもありますよ。バジーさんですか。藤井と兼ねてバジーさん、この辺どうですか。バジーさんですか、はい、バジーさんいいっすね。なかなかいいですねこれ。なんかしかもちゃんとさん付けなところがいいですねマザーの土星さんみたいな感じで。土星さんいましたね確かね。あ、今度デビルサバイバー出ますけれども、ハードちゃんどうでしたっていうコメント来ますよ。デビルサバイバーね、僕ゲームは知らないんですけど、はい、面白いですよ。おお、店長としては結構好感覚っていう形ですか。そうですね、いいような感じですかね。ゴッドイーターとどっちがいいですか、デビルサバイバー。ああ、難しいですね。全然でも感じが違いますからね。あ、なるほど、うん、絵の感じとかも違いますし。なるほど。いやでも正直僕は麻雀物語2に続くぐらいいいんじゃないのかなと思ってますけどね。あ、なるほど。麻雀2に続く形、はい、なかなかのこれ高評価ですねこれね。そうですね、うん、これ来月でしたっけ。来月ですね、ですね、はい、はい、あ、店長今何枚ぐらいいってます。今313枚です、ね、ぐらいです。結構もうポンポンとなんかセット数消化してますけども ね、はい、まあ、麻雀物語が最近売ってないな、相性がいいってね。ハードちゃん今日の一番出た台教えてって言われてますけど、今日は何今日の一番出た台は修羅の時で15000修羅の時に、あーすごい。やっぱりあれ引くとすごいんですね修羅の時ね。いや正直ですよ、多分先週いつか言いましたか忘れましたけど、うん、1週間で4回ぐらい満杯出てる日ありますからね。いやすごいなこの辺、うん、マイジャグ2で何番台か忘れたけどチャンス玉切れしてるって、これはただにつかなかっただけじゃないですかこれは。うん、もうおめんどいから富士さんって言われてね、富士リスクってね、なんかふわっとした感じがするとか言われてますけどね、はい、あ、右側デモ画面ですかって言われてますんで、富士さん頑張ってくださいよ。はい、すいません、デモ画面めちゃめちゃ引き弱なんですよもうきっちりと左と右でなんかコントラストを描いてますけれどもね、はい、まあ、うん、ちょっとね、高ベースの機械なんでちょっとなかなか初当たりは重たいっていうのだけを、そうですね、ご理解いただけたら。そうですね、本当に1000円あたりの回数は結構持ちますんでね今回ね、
あ、鶴見にエガリスクっていなかったっけということで、そうなんです、鶴見店にもね新人さんで、あ、いましたね、はい、あの江頭さんという方いらっしゃいましてなかなかすごい名字ですね、はい、そうそうそう、佐賀県出身ですから、はい、散々聞かれてましたけどもね、いやもう確実に黒タイツで出てきたんですかそれはなかったですけど、ですか、あの聞いたらあのバジリスクがすごい好きやというほどだったので、あのエガリスクという名前変わってましたけどね、はい、なんかアガリスクタケみたいな、なんかキノコみたいな名前だったんですけどアガリスクタケありましたね、はい、そういえば、あ、藤井さん、あれですね、10ステージに行ってますね、これね、はい、はい、5月でソロとパチ引退するんだけど、パチは大負けだからソロは勝ちで終わりました、いい思い出ですね、方いらっしゃいますけどね、マージャン微妙じゃないかって言われてね、 AKB って検定切れてますかというコメント来てますけど、スロットの AKB ですか、はい、AKB はまだ大丈夫ですね、あ、まだ大丈夫、 AKB 大丈夫です、ね、なるほどなるほど、バイオ6を語ってくださいっていうコメント来てますけど、バイオ6ですか、もうあれはもうあれでしたっけ、あの展示会というか以上見ましたね、はい、まあ、終わってますよね、はい、あれです、いい意味で5と結構あまり変わらないというか、うん、でさらに特化ゾーンが新たについたっていう形ですね、うん、なるほど、はい、ちょっと待ってください、広告、広告情報をお知らせします、広告設定されました、茨城店店長阿部ちゃんさんっていう方からいらっしゃいましたねこれね、はい、気候な店長をかさっぱしから倒して社長に上り詰めますので応援してねっていうコメントが、誰ですかこれ、誰や、あのこれ誰でしょうねもしかして庭店長ちゃうよねいやちょっとわからんぞこれは、はい、いやでも広告はありがとうございます、ありがとうございます、はい、本当にね、いやもう全然全然倒してくださいもしかしたらザコかもしれないけど、もう阿部ちゃんに倒されるやったら僕本望ですよ阿部ちゃんね、阿部ちゃんに倒されるでしょ、阿部ちゃんの広告わらわら、ちょっと面白かったね、うん、ちょっとびっくりしましたね今ね、はい、僕もう地べたで横になってきますんで倒しますよ、踏んでいてください、はい、踏んで上を、ね、俺の屍を越えていけなってますよ、そうですね、はいはい、あのできれば靴は脱いで踏んでいただいた方がありがたいです、痛くないようにね、はい、はい、マージャン嫌いな俺からしたらね、KS だとしか思いなかったですね、バイオ富士でいいんじゃないとか言われてますけど、バイオ富士ですか、なんかいろいろ混ざってますけどもね、どこからバイオになったのかわかんないですけどね単にバイオハザードの話しただけですよ、そうそうデモ画面富士とかね、はい、こんばんは、残業でしていそうなんで寝ます、おやすみなさいとか、ね、あ、おやすみなさい、お疲れ様でございます、お疲れ様です、天井、あ、天井は何回転ですかというコメント来てますけども、これ天井何回転でしたっけ、1616ですかね、1616、はい、あ、結構深いですね、結構、まあ、その分だけね、あの先ほどもね、店長おっしゃいましたけど、ベースが高いので、いや、ベースもしかも麻雀以上でしたからね、書いてないですからね、麻雀より回るったらすごいですね、はい、これね、確か6、はい、確かベース60何ゲームとか、なんか異常に高かったような気するんですけど、ね、1000円ベースが、なるほどね、この台七図柄を元に戻したとこだけは評価できるって、ね、方もいらっしゃいますけど、ね、さすがっすね、あの初代の4号機の頃のストックマシンのあれですね、ドラゴンギャルですけどもね、はい、これ今何セット目ですか、これで4セット目ですね、これも4ですかね、ちょっとやばいんじゃないですか、大丈夫ですか、最低5とは言われてます、今のところ上乗せに関してはやばいよやばいよ、何もないということですんで、駆け抜けですか、もうすでに店長500枚まだ行ってない429ですね、はい、500行けばね、現状またビンゴの方が開きますんでね、あ、まあ、500は行けますね、うん、あ、 AKB リクエストお願いしますって方もいらっしゃいますもんね、 AKB 行きましたか、はい、そうですね、うん、てかこれ社長も倒すってことだよね、です完全な宣戦布告ですよねこれね、ハードちゃん、阿部ちゃんにアプローチしてみたらって言われてますけど、いやでも彼氏いるんじゃないんですか、いや実はね、昨日聞いたところによると彼氏いないんですって今、なるほど、まあ、しかもおじせんっていう風にね、おじせん、僕まだヤングですけど大丈夫ですかとか言いつつちょっとニヤッとしてるわ、ね、そうそうそう、ものすごい今ニヤニヤしてましたねこの顔ドアップで撮りたい刺激ヤングですけど大丈夫ですか、ね、あ、もう、あ、ナウナヤングらしいですよ皆さん、ね、まあ、その前に多分ね、王子の面接受けると思いますけどまず、ね、そこからね、あの、はい、面接受からないとダメですからね、そうそうそう、はい、いやもう庭少子の嫁はんにもちくりましょうかそうです、怖い怖い、うん、もうね、もう右の台 A から左1画面にしてとか言われてますよ、ね、いやすいません、いやいや、もう頑張ってくださいよ、じゃあこういう形しておきましょうか、あ、ちゃんと2画面映ってますけどちょっとちっちゃくなりましたね、ちっちゃくなっちゃった、はい、あ、だだだ、うん、ハードちゃん本当はピンヒールで踏んでほしいとかね言われてますけどね、藤井明でいいよ、藤井明ってマジシャンの人、マジシャンですね、1610ですっていうコメントも来ますね、ありがとうございます、381は違います、これ宮戸ですね、宮戸ですね、これね、1000円56か、すごいな、結構回るみたいですね本当にね、
スローの天井廃止っていつからですかねっていうのコメントしてますけど、これはもう話出てんのかな。天井はまだ確定じゃないんじゃないですか、ね、じゃないですよね、これに関してはね、はい、はい、うん、マージャンに回るんかって逆に腕疲れるって方もいらっしゃるんですね。今来たおばんです、ハードちゃん寝ていいって言われてね、これハオさんからいただきました ね、 これね、ハオさんですか、はい、ハオさんはもう池田の放送だけ見といてください、ね、明日縄手なんでね、そうですね、お願いしますね、朝見てくださいね、はい、はい、マージャンスにも言わせてもらったが回らない時は27とかやったから、それ考えたら今度はきついかなってね、コメント、エウレカ2を希望しますって方いらっしゃいますね、エウレカ2いいですね、ちょっと探しましょうか、ヤングを自称するやつはヤングじゃねえって言われてますよ、おかしいですね。じゃあヤングアダルトにしましょうか。ヤングアダルト。はい、ヤングの中でも若干アダルトに入る部分ですか、ね。そうですね。なるほど。まあまあ言うたら、まあ僕らなんでしょうね。まあまあまあ平成ジャンプまではいかないですけど、まあまあね、関ジャニエイトぐらいにちょっと。えらい幅ありますけどね。キスマイフット2とかじゃないですね。ああ、そうですね。キスマイフットはちょっとね言い過ぎかなと。患者にやったらええんすか、それは。患者にやったらですよね、あの店長とか世代一緒ですよね、大体年齢、そうですね、ほぼ1歳2歳ぐらいしか変わらない、そうですね、あんま変わらないですよね。ああ、そういう形で、そうかそうか、だって横山とかも33とか4とかだからね、ああ、なるほどね、アイドルの上等手段、もう半回、あ、彼氏いないってやつ、うんですね、あとね、これね、焼き鳥に誘わなあかんって、そうそうそう、そう、阿部ちゃんね、焼き鳥大好きなんですよね、ものすごい、食べるものに関してはおっちゃんやったね、おっちゃんでしたね、おっちゃんオンですか、あの多分チャック開けたらおっちゃんオンでってみたいに言ってましたけど、なるほど、じゃあ僕と一緒にズリと心を食べに行きますか、そうそう、好きって言ってた、好きって言ってましたよ、うん、はい、大丈夫大丈夫、あ、店長500枚超えましたね、超えましたね、あのビングの方また、はい、じゃあ500枚オーバーのとこチェックつけておきますね、ありがとうございます、はい、うん、コードギアスとアクエリオン入れてくださいってね、コメント来てますね、そうですね、コードギアスはちょっと先ほども申したんですけど、はい、はい、ちょっと検定の方切れてますの で、 てますんで、ね、アクエリオンはまだ可能だったと思いますね、はい、ハードちゃん、ワクワク店長について一言どうぞということで、あの木曜日ね、新たにまた神戸で、そうですね、はい、一応ね、ちょっと僕とどうしても共演したいということで、お、はい、なるほど、木曜日まさかの神戸中央生田川、はい、枠になりましたんでね、はい、ぜひ合同配信ということでちょっと頑張っていただきたいですね、そうですね、一応今日も話したんですけど、はい、まあ、可能な限り、はい、まあ、毎週お互いの店舗に行って出ようかと、ということは店長さんお二方出られる可能性が非常に高いと、ね、まあ、あの白石店長がパチンコ打ったりね、まあ、森店長もあの普段はね、はい、パチンコも打つというふうに聞いてますので、はい、まあ、パチンコ配信もあったりね、でまた、ワクワク店長が神戸中央に来てスロットを語っていただくと、ね、はい、いうことも可能ですので、幅が広がるんじゃないかなと思いますけどね、はい、皆さん楽しみにしていただければと思いますよ、はい、うん、ハードちゃん、阿部ちゃんか、でも板倉おるしなって あんまり面識ないって言ってありましたけどね、庭塩店長と、ね、そうですね、ちょっとエリアが全然違うんで違いますんでね、はい、いやでもね、あの板倉店長ね、だいぶあの女性に関してはこう優しいというかね、あのちゃんと送り迎えしてるっておっしゃってましたけどもね、そうですね、マジですか、許せないですね許せないですね許せないと、許せないですね、その深夜業務の時はちゃんと僕あの送ってますので、送ってますって言ってはりました、ね、でも親心ですよね、もう、はい、なんか完全に親になってましたよね、本当、はい、ですか、僕も親心は満載ですからね、あれ、はい、あ、親心たくさんありますか、はい、そこには下心入ってないですよね、下心全然入ってない、入ってない、ね、はいはい、らしいですよ、はい、いやあれですよ、皆さんほんまに僕そんなないんで清純派なのに、清純派ですか、ね、本当にらしいです、あのあくまでも清純派の性はね、皆さんで考えていただくとして、はい、そうなんですよ、ジャニーズは敵いましたか、ね、ハードちゃんって気候なの内部事情詳しいよね、店長の嫁情報とかって言われてますけど、まあまあ、車歴が長いだけですよ、単に、あ、ね、店長だいぶ車歴長いですけれども、そうですね、はい、でもなかなか他の店舗のね、あの店長さんの情報がこれだけ聞ける放送もなかなかないなという気がするんですけど、ね、そうですね、はい、まあだから車歴が長い分知ってる人が多いっていうだけですね、いや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 、それでもそれやっぱり詳しいですよ店長、本当に、本当ですか、ね、はい、毎週刺激店長見られるのは嬉しいってね、方もいらっしゃいますけど、ありがとうございます、出たも再び来ましたねこれね、はいはい、ちょっとテンション上がったよ ね、ものすごい今テンション上がってましたね今の高橋は ね、いやでも僕あれなんですけどね、あの茨城サイトの堤下店長と仲いいんで頑張ってほしいですけど、ね、ああ、でも堤下店長かなりいいキャラしてますよ前回すっごい引きしてましたからね、はい、あの人も僕と一緒で超ド級、超直球真面目タイプなんで、ああそうなんですか、はい、店長も
まあ、直球真面目タイプ。いやそうですね、はい、まあ、ちょっと雑音が大丈夫ですか。大丈夫だと思います、ね、なんかちょっとノイズ聞こえた、ね、ノイズ、ノイズが走っている、はいはい、おかしいな、はいはい、まあ、前々と JP が毎週木曜日神戸にコントわかんのかしんどいけど頑張ってほしい。いやしんどくはないよね、全然。だって梅田から一本だからね。そう、一本で来れますからね、言うてね、はい、電車楽です、ね、はい、店長フリーズ視点から1000枚出さなあかんねって言われてますよ。いやいや全然635枚ですからね今何もない今のところもう5セット目に入ってますが大丈夫ですかねこれね、うん、バディ2希望って方もいらっしゃいますけどね。バディ2切れちゃいましたね。そうですね、限定切れてますね。まだね、5スロの方にありましたけどね、応援スロットに1台だけまだ残ってるんですけど、ね、はい、またそちらの方ね、興味ある方お聞きください、よろしくお願いしますね、はい、下心点々点青春派刺激って言われてますけど、今来たけどフリーズしたんですかって、フリーズしましたね。そうなんですよ、はい、見事にハード店長光りましたけど現在消化中でございます。聖獣派ですね。聖獣派、聖の獣と書いて聖の聖獣派、聖獣派ですか、はい、なってますねこれね。あ、僕と同じで音壊れたかなと言われて、うん、えはいとか言われてますね。あれノイズがって言われてますからね、はい、刺激の車で夜送ってくれって言われたら女性やったら断るとか言われてますからね。これ失礼やけど、ね、失礼なんだろうってやなこれ結構失礼ですね、はい、うん、真面目とか聞こえたけど俺の耳鳴りやった、ね、いや私もちょっとノイズ入りましたね、うん、なんかね、あ、水曜みたいにしばらくお待ちください使うかもしれない。ちょっと藤井さん俺泣いてもいいかなだいぶ言われてますよ、ボロクソに言われてます。なんで俺こんないじめられてるんだ、ね、うん、でも刺激安全そうやけどなっていうコメントも逆に言ってますよ、ね、そうですよ、安全地帯って言われてますからね本当に、はい、あ、送り狼にはならない、はい、あ、なんですよ、なるほど、ね、それはまあそんな送り狼とかしたことないですからね本当に。むしろワインレッドの心ぐらいの勢いですからね、はい、本当ですよ、もう消えそうにって消えちゃうんだね、消えちゃったらいけないよね、はい、旧説の振り分け 5% あるからねっていうコメントも来てますんで、おー再びホッパーラー来ましたね、ちょっと1000枚いけるかな、どうかな、うん、あ、こんばんは、直球ってどんな意味やったっけ、いや私も知りたいなストレートですよ、ストレート、ストレートですね、ストレートです、ドストレートもええとこですからね、そうですよ、フリーズしたにもかかわらずこの扱いでやると間違いないな、そんな JP さんみたいにスライダーとかねパームボールとか投げないですよなんでパームボールなんですかもう最近やと吉田修司以来投げてんの見たことないですよパームボールなんてさすがっす、はい、昔で言うと大野豊とかよう投げてましたけどね、懐かしい、パームボールね、はい、フリーズさんにこの扱いで装填導入してくれっていうコメントも来てますね、装填の件数か、装填ですか、ね、売ってくれますか皆さん装填、どうね、もうリクエスト来てますからおそらくは興味ある方いらっしゃいますけどね、ジャグラーで万枚って見たことありますかっていうコメント来ますけれども、ジャグラー万枚ってどうですか、そうそうあるもんじゃないと思いますけどね、4号機の時は僕見たことあるんですけどね、はい、私も4号機の時は見たことあるかな、5号機やったら8000後半ぐらいですかね、うちでしたらマイジャグで8000後半はあったと思うんですけど、あ、でも8000後半じゃすごいな、はい、A タイプでね、すごいノーマルです、そこまでノーマルというかその、ね、ノーマル系のやつでバーっていくとすごいですね、よっぽどビッグ引かないと出ないイメージありますけどね、ガチな話すると刺激は安全でしょって、ね、だって刺激だからなとか言われてますね、いやそのよくわかんないですけど本当はどういうことや、などと供述しておりとか言われてますけどもね、はいはい、お、さあ店長どうかな、さあどうなるのか、あ、金の卵ですね、さあ来るか、なんだこれは、あれ、あ、終わった、復活は今金の卵煽り来たんですけどね、695枚、お、あら、あれ終了、煽り、あー、あー終了、これがフリーズの力だ、最低5セット最低5セット駆け抜け、あとは勇気だけだ違う違う違う、あの台が違うよ台が違う、台が違いますよ、うん、あ、刺激は逆に襲わないからそこら辺が彼女できないんちゃうかなっていう、あ、確かにですね、はい、あ、刺激は優しそうだから好感持ってますって方もいらっしゃいますけどね、ありがとうございます、はい、JP さんのストライクゾーンメジャークラスを間違いないな、はい、設定入れば打ちます、いやいやだからね、言うたら JP さんなんかあれじゃないですか、うん、オオカミじゃないですか、ぶっちゃけJP さんオオカミなるの、 JP さんオオカミじゃないですか、いや僕なんか言うたらポメラニアンみたいな感じです言うわ、いやいやポメラニアン、言うわ、ポメラニアンキャンキャン吠えるからうるさいよそういう攻撃に出てきたからまあ、いろんなとこから攻撃が来たな今な、うん、あ、パームはホワシが投げてた、さあ、ホワシ、ソフトバンクのホワシ投げてましたね、確かね、あ、そっか、もう今ソフトバンクなんか、そうです、今ソフトバンク前セーブでしたもんね、セーブですね、はい、最近ジャグの調子が悪すぎてジャグラがレギュラーに見えてきたみたいですね
あ、俺はアイムジャグラーで行ったことがあるってね。え、まんまい、うん、今日ジャグラーでフリーズしてたってミラージャグかな、これは。ジャグは4000万が最高だなって言われてますけどね、はい、とか言われてね、ショーとフリーズで695枚とか言われてますけどね。まあ駆け抜け、まあ上乗せも全くなかった形ですかね。そうですね、ほぼなかったですね、はい、うん、あとは勇気だけだったね。装填打たない、装填はこけたから、ね、恨み玉貯めようとか言われてますけど。あ、ハードワクワク連合で伏せのジャグラーに挑戦状出さないんですかっていうコメントも来てますからね。あ、そういうのもありましたね。ありましたね、そういえば。ありましたね、もう完全に忘れてましたね。そう、完全に挑戦状を受け取ってそのまま消化しないというパターンでしたけど。まあね、信頼のないシュートかは。あ、ちょっと待ってください、今藤井さんの方が行きましたかね、ついに動きはありそうな感じですよ。なんか砲玉が赤く光ってるやつあるから、はい、ムイムイチャレンジ行きましたもんね、これね。いいですね。はい、どうかな。さあ、飛び込んだ。おー、お待たせいたしました。お待たせしました。藤井さん、ようやく当たりました。あれ、今店長ペナりました。はい、刺激ペナりました。同時に。マイコさん、殺しますよ。思いっきりびっくりマークが出てました。はい、みんな見てたけどね。みんな見てましたからね。いや、あれあるっすね。こっちが終わったら横の台がかかるみたいな。はい、というわけで、無事に成功になりますんで、これ両方とも、AT 突然と両方とも、というわけで今残りはね、ソウルチャレンジに成功すれば、ワンビンゴという形になりますんでね。はい、じゃあ、ね、おめでとうございます。続けていきましょう。はい、じゃあ、まあ、おー、すげえ。はい、ありがちなペナとか言われてますね。ハードさんペナですよって言われてますよ。あ、フリーザいましたね。フリーザさんも言われましたね。うちのユニに謝ってほしいね。ポメラリアなんですかね、これはね。はい、ん、ハードちゃんフリーズ引いたんだけど間違いないですね。フリーズすごい確率だね、600枚とへこみますねって。まあまあ、でもまあその辺は引き次第かな、うん、そうっすね。はい、うん、いいぞいいぞ藤井って言われてますけど、ね、これ野球、それ野球のこれあれですね。完全にコールになってますけどもね。はい、はい、うん、ハードちゃんフリーズで695枚やったから汚れたまりましたかって言われてますけど、ね、いやー、だいぶたまりましたね。汚れ、あの右側にあの器はございませんのでね、この台はね。はい、ジャグ今日重かったわよという、ね、コメントも来てますけどね。はい、うん、ありがちなというのはパチパチパチって言われてね、ま、和骨サヤンプ遅れたぜっていらっしゃいませ。いやー、はい、サヤンプなのか、サヤンプ来てますね。単なる違う人なのか。あ、あのサヤンプ あの海の親ですか、ひょっとして。いや、あのね、多分その方は違うと思う。本人はサヤンプはね、わざとは言わないです。そうそうそう、その方は多分ね、いつもコメントくれてる人なんですよ。うん、はい、ああ、 JP 先生フリーズ引いたのに1000枚オーバーつけ忘れてるでっていうコメント来ますけど。お、赤カットイン、赤カットイン来ましたよ。おこれはいいんちゃうんすか。お、来たちゃう、これいいデビか。お、来たー、わー、1ビルは見事 AT おめでとうございます。ハードちゃんソウルチャレンジ成功ですね、これね。いや、引き戻しにはなってないですね。あ、継続してない、あれが獲得はゼロになりました。あちゃー、あらまー、じゃあまた1000枚はいかず。残念ですね。残念。いや、続けてればね、まだチャンスありましたけどもね。はい、あ、サヤンプを拡散してるただの一般人ですがなってね、コメントを見てますけどね。はい、というわけで、ハード店長がダブルリーチになりましたね。あとはムイムイチャレンジの成功と1000枚オーバ ーが来ればビンゴという形で。ダブルリーチ、ダブルリーチ。あー、すいません、マリンちゃんのモノマネ。マリンちゃんのモノマネ今密かにしてましたね。指立てたらチャンスなんですよね、はいはい、あ、そうでしたっけあれ、はい、あとはなんかスコープが大きい小さいってもありますね、いろいろ。確かいろいろチャンスアップ結構あるんですよね。何気に意外と多い海のチャンスアップ、ね、はい、いきなりパチンコ話になりましたけど、うん、いいぞいいぞ刺激って言われてますよ、これね。あ、はい、さっきからそれ野球の応援というよりは僕もフレンドパークにしか聞こえないんですよ、はい、ありましたね、東京フレンドパーク、懐かしい。あれ結構前ですよね、終わったのね、うん、そうです ね結構経つね、はい、うん、今家にガガいて一発で素手で捕まえてやりました。すごいな、カッコブーカッコブーじゃないですか、うん、こんばんは、送りてきました。最後のサタデーナイトフィーバー間に合った後でいらっしゃいます。サタデーナイトフィーバー、サタデーナイトフィーバー見てくれ、見てください、本当に、ね、もうフリーズ引きましたからね、これね、はい、はい、フレンドパークエアホッケーするって言われてますけど、いや、どっちかというと僕 JP さんにパジェロもらおうかなと思って。パジェロってやつですね、はい、じゃあ、 回転するあれ用意しないといけないですね。そうですね、あとたわしとね、はい、ポンジャマコのやつ買って、そうですね、懐かしいですね、うん、メダルをダーツの矢に変えますかってありましたね、これ、はい、1枚なんか10万円相当の金貨かなんかをダーツに変えて、あれたわしの時ショックですもんね。そうそうそうね、あれ誰か持って帰った人何人かいてはりましたけどね。あ、多分記念で持って帰ったりするんじゃないですか。
うん、JP 先生は石ちゃんかって言われてますけど、眉優ですか、眉優の人ですね、これね、はい、うん、この台の振り付け引いたら派手なヒールロックって思うようにしとこうって言われますね、確かにそんなもんでしたけどね店長だんだん自虐的になってますからね、これね、はい、さあ、お、さあ白のなんかプッシュ、おお、ご次元持ったきた、いや店長と違うな、いやこれ違うな、なんでこっちこんな乗らんねん駆け抜けばっかり、いや藤さんおめでとうございます、いい乗りしましたねこれね、はい、ちなみに景気役は何でした、わー、外れがチャンス目ですか、そうですね、はい、スイカもね、平行スイカだと強スイカという形になるみたいですけどもね、はい、あちいあちい、右あついだいぶって言われてますけども、さあさらに発展してますか、これはバトルには行ってんのかな、うん、藤井君もっと喋ってええんやでとか言われてますけど、そうですねいやもうガンガン絡んでいただいて OK ですから、なんかね皆さん質問あれば、うん、ね、あ、チェリーか、あの、はい、あ、さっきのやつチェリーだったらしい、強チェリーって言ってたっていうねコメント来てますけどね、できる男藤井とか言われてますよ、ね、ありがとうございます、はい、うん、あ、とりあえず刺激ワクワク桜井のまるまるナイトは近日放送ですかって言われてますけどやりますか第3弾、やりますか第3弾、やりますか、まあ、でもあれじゃないですか、今度の木曜日から多分あの2部ってそうなるんじゃないですか、反省会ナイトになるんじゃないの、いつもね視聴数を、はい、視聴数最下位を叩き出すスロットナイトやりますかまあまあまあ、聞く人が限定されましたからね、そうですね、うん、まあ、でもね、この神戸中央の放送に関しては結構こう同年代の方多いので、そうですね、はい、コメントは ね結構たくさんいただきますので、はい、おかしいですね、僕はヤングをターゲットとしてるんですけど全然ヤングじゃないよね内容がヤングじゃない気がしますけど、はい、さあ藤井さん、これさっき挑発成功してましたね、何気にね、はい、成功しましたね、はい、さあここから継続どうかな、あ、でも何気に今これ空砲バトル下20乗ってますね、すでにね、ちなみにこの絵なんですけど、これちょっとわかるかな、下のね、下の画面、はい、ちょっと待ってくださいね、ははまた終わったいや店長ちょっとあれやね、いいとこ見せたのに、そうですね、あの7のね、7揃いでいい形になってますけども、これ藤井さんのちょっとパネル、下パネルちょっと今アップして映してるんですけど、はい、こういう形で空砲バトル一個一個出るんですよね、下の液晶の方が、さっきの空砲バトルの途中でも乗ったりしてますんで、これで、空砲バトルが終了して55ゲーム の上乗せという形になってるんですよね、はい、なんかねレインボー出たとか、はい、いろいろね勝利確定出たよと言ってますけど、出てたのかな、あちょっと見れてなかったですね、見てなかった、はい、はい、うん、ビンゴ枠邪魔って言われてますけど、なんかあれ、なんかこのあれですね、放送の本質をなんか言われてる気もしますけれどもね、はい、一応ね、ありきなんで、ありきですね、はいはい、藤井君は彼女いますかということですけど、先ほどね、一番最初の方に、そうですね、はい、刺激店長言ってはりました、保険屋さん、はい、保険屋さんの彼女がいる、セールスレディーかな、はい、先ほどの阿部ちゃん広告のおかげで、来場者数が67人増えました、ありがとうございます、ありがとうございます、あの広告で人が釣られてるんじゃないですかまあ、そもそも阿部ちゃんって誰やねんって話なんですけどね、はい、新しい金曜日の放送見てると分からないですからね、そうですね、いや YouTube でまたね見てください、いやちょっとね僕らも放送もセクシー女優の放送よりもちょっと視聴数取りたいですよね、そうですね、はい、あ、ありましたね、そうですね、はい、あレインボーが出たね、ハードちゃんまた終了ってことね、藤井君ハードちゃんはどんな上司ですか、どんな上司ですか、もうめちゃめちゃもう素晴らしいですね、おどの辺、いやなんかうさんくささを感じましたねいやいやそんなこともないですよ、どの辺がですか、こういろいろと接しられている部分多いと思いますけども、仕事がものすごいやりやすいですね、あやりやすい、はい、なるほどなるほど、意見とかも取り入れていただけてますんで、はい、ね、副主任さんとか下の方の意見も吸い上げてやってらっしゃるということらしいですよ、はい、あちょっと店長照れてますね今ね、これね、店長今は1000円込めですか、そうですね、まあでもそういう仕事やりやすい環境を作ることめちゃめちゃ大事はい、はい、今言いたかっただけやね、そうですね、絶対に今言いたかっただけだもん、ね、いつ宮迫のモノマネ行こうかなってちょっと思ってました藤井さんはちなみに神戸この中央スロット館はオープンからいらっしゃるんですか、そうですね、あじゃあもう全く店長とずっと一緒ということでね、そうですね、まあ、店長のこうね、あのぶっ込みネタとかあれば全然ぶっ込んでいただいて構いませんのでね、はい、裏の顔とかを全然ぶっ込んでいただいて、あかんってそれそれあかんってあかんねや、
なんかまたねあったらぶっこんでいただいたら全然構わないですからね、それはね、はい、はいはい、いや、まあ、全然そう面白い話は言ってくれていいんですけど、はい、僕のちょっと素の仕事の話とかはちょっとね照れる照れる、照れが入るらしいですよ、はい、藤井さんは何歳ですかというコメント来てますけど、私26ですね。若いね、若いな、若い、もう私よりなんか 8歳ぐらい下ってなるともうなんか一つ世代が違う感じがするもんな。へこみすぎやろ、うん、めっちゃへこんだ今藤井君は魚好きですかって言われてますけど、魚ですか、謎のコメント来ましたね謎のコメント来ましたね、これね最近魚ばかり食べてますね。あ、そうなんですか。はい、ちょっとお肉がちょっとあの食べれなくなってきてまして。あ、そうなんですか。だんだん重たくなってきてるんですか。そんなこと言うてますけど、はい、今日朝牛角のチラシ持ってきて、はい、たまには店長焼肉食べたいっすみたいな言いました。あれはですね、やっぱりちょっと魚ではなくちょっとお肉もちょっと、いやー、はい、気持ち的に藤井さんお茶目やな。おーパーッと、いやー、なんか店長と違うよこの台。全然違うぞ店長と。めっちゃ飲むじゃないですかいやこれがね藤井さんの引きなのかな。しかも50ゲームってね、ワンセット分じゃないですか。2回目ですもんね。ですよ、ね、え、いや見事でございます、はい、藤井君は彼氏いますかと。男やからね、本当にね、みんな訪問しないんだよねこれね。鬼武者の信頼の詳細ってもう聞きましたか店長って言われてますけど、多分 A プラス ART なのは間違いないと思うんですよね。あ、そうなんですか、はい、でもう通ってるはずなので、ああ 検定とか試験ですかね、はい、一応北斗9月の鬼武者11月ギリギリに出すんじゃないのかとは聞いてますね、はい、という情報らしいですよ。アイドルグループのリプレイは出ないんですかってコメントも来てますけどね。リプレイさん出てほしいですけど ねちょっと夜中なんで ね、 そうですね、まだ出ていただけるんでしたら、まあ、あのハードのポケットマネーでねなんとかなるんじゃないですか。マジっすか、はい、ポケットマネーなあね、そんなあのあれですね、店長褒めるようなやついらんからぶっこみ希望やとか言われてますけどね、はい、まあ、全然ぶっこんでいただけて結構ですよ、うん、誰のモノマネやって、ね、言われてますよ、ね、宮迫ですね、これね、はいはい、アフラックの宮迫やなと思いますよね。キコーナの放送の中やったら店長やったらハードちゃんの下で働きたいかなという人もいらっしゃいますけどね。いやありがたい話ですよね本当、皆さんさすが見てらっしゃるね。藤井君はいくらで枕してくれますかって、いくらで枕枕して何の得があんのよなんじゃこれ、僕は膝枕で耳かきしましょうかそっちかいな、うん、でもねやっぱ膝枕してほしい本当なんでまたムック来た、ムック店長来たんですか、うん、してほしいよね。今日はシュシュないんですか。シュシュあれはねもう中条店長言い過ぎ本当あれ勝手に言っちゃあかんね、うん、ほんまにあれですね、うん、だんだんこのままクオリティが上がってきてますけどね店長ね、うん、ムックさんわらわらって言われてますけどね、うん、まあ、正直森口との絆はないから、うん、まあまあね、まあまあ、ね、この前の放送じゃないですかそれ火曜日のうん、あ、藤井さんは他の店舗とかで仲がいい人いますかというコメント来てますけれども、仲はいい人ですか、はい、まあ、ただ一応2店舗目なんですよね、はい、藤井主任に関しては前があの神戸金子大店というところにいまして、金子大、はい、はいはいはい、でグランドオープンで神戸中央とかに来たような形ですね。なるほどなるほど、はい、うん、誰かいましたっけね、こう今までだとニコ生関係で知ってる人って言ったら、まあそうですね、いらっしゃらないですかね。なるほど、カノコ台ってことはあの井上店長はまだ店長じゃなかったんですかね。その時ではないんですよね。なるほど、なるほど、そういうことですね。あ、魚拓さんとか呼んでる方もいらっしゃいますよね。魚拓さん去年来たんですけどね、うん、8月に。あ、そうなんですか、はい、まあね、もう人気ライターさんですからね。そうですね、引っ張りだこですけどもね。一緒に写真撮ったやつが携帯に入ってるんですけど、おまた携帯に泣きますかこれ、うん、はい、あ、26とかコマコマより年下から藤井の方が仕事できそうとか言われてますけど、ね、いや、そのコマコマ基準にしないでまあ、なんたってね、コマコマさん5年目で副主任ですから ね、はい、でも頑張ってますよ牛角を笑わせて、ね、肉食べさせてあげてって言われてますけどね。あ、そうですね。あ、競馬予想は日記日記店長と茂店長、ハード店長、ワクワク店長、タコ店長に JP 前までの多いな、多い、ね、だいぶ多いな。いやでもね、タコ店長はちょっとね競馬わかんないって言ってたんですよ。らしいですよ。日記店長は一応10年前に競馬やってたらしくて、はい、まあ、分からんわけじゃないと言ってましたけどね、うん、まあやるんだったらね全然あの巻き込んでいってもいいんですけどね。タコ店長は多分やらないかもしれないね。
はい、うん、ということなので、はい、まあ、その辺もおいおいちょっと決めていこうかなというふうに思ってますけどね。はい、設定は7ですが、設定7ないからね、ハード店長、大君へ一言よろしく。大君ですか、はい、覚えておけよこの野郎小話置いていくとかなんのかな。あの今のもうそれはね、選手放送で言ってましたね、はい、10倍返ししますからね、はい、僕は2台とも同じ設定ですかって言われてますけども、そうですね、今日はアゲアゲアッパーのあれですか、アゲアゲアッパーダブルですね、はい、という形になってますけれども、片やね、空砲バトルバンバン見てるのと、片やほぼ駆け抜けで終わりましたけど、駆け抜けちゃった分なんですけどね。あ、シーサーとは巨託呼んでほしいですね。まさか人を見分けて面白くしようと台が空気呼んでるとかって言われてますけど、ね、なるほど、うん、ムック店長似すぎやって言われてますよこれ。そうですか、うん、じゃあちょっと休憩しようかな。まあちょうど1時過ぎましたからね。1時過ぎたんでね。ヤニタイムですね。うん、ちょっとヤニタイム。まあだからていうかもう打つんちょっと疲れた。あの JP さん打ちたいでしょ。ほら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 。ほらやりたかった。ほんまやりたかった。もう絶対まず大東の放送で。これまだ怒られるよね。怒られちゃう。まあ君らいい加減にしやって言いそうやもん。あね、あ右の方どうだったんですかね、藤井副主任で今回ね、ニコ生初登場になりますんでね、タイトルつけといたら、あ、つけますか、はい、うん、クオリティ高いな、ムック店長、ムックファン見たら怒りそうやけどって言われて、怒りそう、ムック様ってね、言う人いるから、そうなんですよね、ムック店長、やっぱすごいっすよね、うん、ダンディさがいいのかな、ダンディーですよね、あの人の場合はね、本当に、あ、藤井さん、ハードちゃんの苦手なところってありますか。苦手なところですか、まあ、こういうことされたらちょっとなーっていうのこととかあったりしますか。なるほど、特にはないですけれどもね、まあちょっと政治派すぎるところですかね。まあ下がどぎついところですかね。、はい、いや皆さんあれですよ、あんなこと言ってる小川さんもなかなか下ネタ言いますからね。時折ガンガンぶっこんできますからね、はい、そんなことない、うん、ハードちゃん、ムック監督、ハードちゃん、ムッシュ監督について一言どうぞ。ムッシュ監督ですか、うん、ムッシュ監督ね、今なんか結果にコミットしてるみたいですけど、ね、そうですね。私も喋り送られてきました。あ、そうなんですか、はい、はい、あのライザップのね、ライザップ、そうですね、なんか嬉しそうな顔して結果にコミットってなんか書いた紙持ってますよ、みんなライザップ好きやな、もうなんでその気候な店長さん、みんなあのライザップ CM にハマってるんですかね。ウェスカーが面白かったですね、めっちゃ面白かったましたけどね。魚拓さん好きって方もいらっしゃいますよね。生放送する店舗ってどんな感じで決まりますか。いや、 やっぱりやりたいところはありますか、はい、挙手って感じですかね。そうですね、実際、ね、に我々に連絡が来て、はい、まあ、店舗さんの方で調整させていただいてという形ですね。そうですね、あの、はい、うちの場合はグランドオープン前からすでになんか枠が勝手に用意されてましたけど。そうなんですか。はい、そうなんですよ。そうなん、一番最初はうちをね、社長が来てなんか放送したという話聞いてますけどね。なんか尼崎とか西鴨店が多分合同でやってたんですけど、そうですね、最初やってました、やってたんですけど、なんかもう神戸中央がグランドオープンするって決まってたんで、はい、その枠のためにそれまで尼崎とつなぎみたいな感じだったんですか。西鴨がやってたって。なるほどなるほど。今ね、桜井店の店長のザキミヤ店長、そうですね、がね、もともとあの鴨、じゃあ天ヶ崎の方かな、いや、あの鴨ですね、鴨ですね、はい、店長でされてまして、はい、今ね、あの奈良と合同で桜井出てますんで、桜井店ね、はい、今放送に参加されていろいろと、まあザキミヤ店長もね、男前で、そうですね、なかなかいいキャラクターされてますけどもね、はい、藤井くんは牛乳好きですか。いきなりやな。牛乳ですか、はい、牛乳最近全く飲んでないです。なんでですか、はい、そんなでっかいのに。どういうことや。でっかいのなんか飲んでそうな気したんですけどね。はい、もう生まれつきだったんで、まあ、親の多分あれだと思うんですけど、あ、はい、DNA がね、はい、なるほど、うん、あ、東店長は仲良くないのって言われてますけど、仲良くないことはないですよね。そうですね、未だに連絡来ますか店長。あ、今ですか、はい、今日とかも連絡来ましたけどね。あ、そうですか、はい、はい、あ、なんか僕がパンケーキ食ってる写真送ってきたんで、うん、送るなやって送ってきましたけど、さすがに小玉中にも電話はないかな。あ、ね、ありましたね、言ってんの、はい、はい、うん、魚拓さんもう一回呼んでください、お願いしますって感じですね。お二人は生産機開けっぱなしとかやってませんよね。これコマコマさんね。コマコマやね、はい、4年前の出来事ね、はい、あ、本当ですか、はい、開けっぱなししてたら僕はだいぶ怒ると思います。いや、あのコマコマもだいぶ怒られてたらしいですけど、怒られるでしょそれは。多分当時あれじゃないの、あの今ブロック長の方が、あー、坂田のブロック長、はい、そうですね、が店長やった時やったと思いますけどね、だいぶ怒られたらしいですけどね。今日日本ダービーですね、ということでね、今日、はい、そう、予想は日本ダービーありますんで、はい、あと、はい、
タンスに小指ぶつけたムック店長やってくださいね。だいぶ細かい注文来ましたね、これね。あ、痛いぐらいですかね。以上どうでしょうか。なんかそのタイムラグはね。いやもうあれですよ、そんな無茶ぶりばっかりしてきたら今度 JP さんにやらせますよ。なんでやろ。もう2人でやったらよろしいやん。あ、藤井さん身長いくつですかって言われてますけど、来ましたね、182になります。高いですね、高身長、はい、だいぶ高いですね。先ほどね店長の並んで立ってはりましたけど、やっぱり一つちょっと抜けてる感じしましたもんね。高身長羨ましいですね。本当に。いや僕も身長ないからすごい羨ましいですけどね。木村と大君って木村が大君、大君の神戸時代にお兄さんさせてましたよねって。間違いないんですよね。 そこが因縁ですよ。因縁の対決なんですけどね、はい、この辺ね、はい。セクハラをやめたらクビになるって本当ですかって、どういうこと。セクハラをやめたらクビになる。うん、監督何してんとか言われますよね。ライズアップ行ってるらしいですよ。デビルサバイバー何台同時にしますかっていうコメントも来てますけど、まだ分かんないですね。まだそうです ね、ちょっと6月の入れ替えになりますので、うん、まだちょっと秘密で、はいはい。まあ、その辺はねまたお楽しみという。またね、P ワールド等で確認していただけたらなと思いますので ね、 そうですね、はい。あ、藤井君とか主任さんに対する出演交渉っていうのは店長がするんですかって言われてますけど。そうですね、まあ、シフトの問題もございますんでね。シフト問題もあるんで、まあ、ちょっとうちも今人員がだいぶ少ないので、はい、まあ、先週も僕一人で出たと思うんですけど、うん、まあ、ちょっとやっぱりたまには新キャラクターも出したいなということで、今回はちょっと無理して、はい、出ていただきました。はい、そうですね。まあね、スタッフさんもね、お顔を覚えてもらうためにもね、どんどん出ていただけたらなと思いますけど、ね、はい、ありがとうございます。ぜひぜひ、はい、いらしてくださいね。本当に、はい、ね、藤井さんって声かけてもらったらね、皆さんね、ね、モチベーションも上がるということですので。そうですね、はい。あー、ハードちゃんは一番最初は放送したくはなかったですかっていうコメント来てますけど、いやーちょっとね怖いんですよね、やっぱり。あー、まあ初めて、何せ初めてっていうところもありますからね、はい、NH じゃないですか、はい、NH、まあ、NH? 生放送じゃないですか。どうした、怖いじゃないですか。今日何この業界用語なんすか今の。よくわかんない。 NH なんて初めて聞いてる。NH 言わないですか。生放送で NH なんですね、はい、なるほど、はい、なんかダイゴみたいな感じですね。いきなりダイゴ来たとか言われて、そうそうそう、 HM で走りますでしたっけ。走ります。それ無理やりっすね。そうそうそう。あ、懐かしいですね、その頃の配信で。 あ、その頃から見てはった方もいらっしゃいますね。ありがとうございます。はい、和骨仕事後からの友達との飲み会から帰宅しましたと。明日初めて馬券を買おうと思っているので、リブも楽しみにしてます。頑張ってください。じゃあ、ありがとうございます。一緒に予想しましょうね。はい、ね、そうですね、いろいろとまた今日も私が語ってしまうのかどうか、はい、店長もね、いろいろと考えてはると思いますんで、これ言ってる中でもね、はい、僕実は全然考えてないんです。マジか。はい、まあ、後で ね、 でね、新聞見ながら、うん、はい、はい、もう僕引退してますんでね、一応。あ、おう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 、一応ね、はい、まあ、あの言葉だけは受け取っておきましょう、はいはい、詐欺おじさんですか。あ、藤井君めっちゃいい人そうっていうコメントも来てますね。 ありがとうございます。ぜひね、確かにいい人そう。もうね、いつもあの事務所に行くと店長いらっしゃらない時も、あの、いや、ちょっと席外してました、すいません言って、もう丁寧にね挨拶してくれはるのがこの藤井さんですからね。はい、そうですね。あ、ニコ生に出てる店長の店長集結はしないんですかっていうこと。それは一応ね、ウェスターには要望は出したんですが、はい、あの、かなり面倒くさそうな顔してました。まあちょっと日程を合わせるのがだいぶとね、はい、うん、そうですね、いろいろと忙しいというのもございますんで、ね、あるのと多分あれでしょうね、うん、やっぱ自分のエリア外に声かけるのがめんどくさいそうでしょうね。はい、まあね、あの他のエリアにも ね、またがって放送させていただきますんでね、越権行為になりますんで、越権、それ関係ないじゃん。まあいいんじゃないですかね、その辺。まあでもやれたらね、面白いかなと思いますけども。藤井さん、今何枚ですかっていうコメント来ますけど、今408枚ですね。408枚、はい、もうちょっと500枚いきますからね、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ライターでギャラが一番高いって新之助とか言われてますけどね。逆に藤井くんとマイマイが得意なモノマネは何ですか。藤井さん、モノマネとかします。いや、モノマネはちょっと僕範囲外ですね。範囲外、はい、うん、いマイマイの全然せえへんよね、またまた、ね、しないよね、だって、あ、もう帰りしに、あの、帰りしっていうか、またちょっとまたね、さっきのムック店長じゃないですけど、ちょっと声とか真似たら、あんたやめえなって僕よく言われますからね。はい、何ですか、そんな茶番みたいなことしてるんですか。いや、よくあの、そのね、街頭の放送の話になると、あの、 JP さんが知らん間にムック店長になってるんですよ。いや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 、 JP さん、そんなことでよく街頭でモノマネしてないとか言いましたね。
いやだからあのコメント来た時はいや、はい、なんでマイマイ見てんのかとか思いましたけどね。あ、一番さ、過去お二方過去一番怒られたことは何ですか。怒られたことですか。怒られたことですか。なんかあります。難しいですね。まあ、言えること言えないことあるかと思いますんでね、この辺はね。そうですね、はい、あ、任務が楽しみだから今日は寝落ちしないって方もいらっしゃいますので、ね、ありがとうございます。ぜひ頑張ってください。はい、ハードちゃんって怒るとどんな感じですか。コラーって言うんですかって。マミーやん。これはあれですね、グーにしてグーにしてこう曲げてちょっとプンプンみたいな。めっちゃ本でみたいなやつ。そうあのね、あの会社説明会の方に出ていただいてるね、人事担当のね、はい、あの矢吹さんの方がなんかあのだいぶと新卒のね方の引率みたいな形になってるという話です。あの怒るときはだいぶその学校の先生が怒ってるみたいやっていう話はね、さすがマミーですね。言ってはりました。可愛らしいですよね。ちなみにあの森店長あれさ、うん、あんまり怒らないんですか。こう表に出さない感じですか。そうですね、ただ僕あれですね、やっぱりあの怒った時の爆発力は半端ないって言われますね。ああ、なるほど。怒った時の爆発力。おっと、お、むいちゃら来た。お、さあ、ね、店長むいちゃら来ましたよ。これ成功すると一応これ砲撃は3つ溜まってますかね。はい、空きコーナーで働きたいという方はね、ぜひぜひ、お近くの店舗とかね、はい、あとは、まあ、あの随時募集という形でされてますんで、そうですね、会社説明会の放送も見ていただいて、もしくはあの問い合わせいただければと思いますんでね、よろしくお願いします。いきなり第5かとか言われてますけどね、はい、怖いとか言った人は現状困難になってます。 NH 日本ハムかなとか言われてますけどね、はい。一番よく打つ機種は何ですかということで、先ほどね藤井さんの方があのバジリスクだいぶ大好きやという話で、はいはい、伺ってましたけども、最近の店長はどうですか。この前までパチンコはなんかダンバインえらく売ってはったという話も聞きました。あんまダンバイン置いてる店がないんですよね、僕の行く店が。うん、そうですね、なんかもう基本乱れ打ちですね。乱れ打ち、はい、あのなんかこう金銭に引っかかったものは全部打っていくスタイル。ちなみにこの前行った時に打った台は、はい、バイオハザード0、はい、地獄少女2、はい、宇宙戦艦ヤマト、ヤマト、はい、でしんちゃんにお任せ。ああ、なるほど、はい、はいはい、あの羽物のやつですね。そうですね、はい、で、淡路の AKB、 あ、 AKB、はいはい、でミリオンゴッド神々の凱旋、ゴッドイーター、うん、ラブジョー。めっちゃ打ってますやんか。僕、はい、基本乱れ打ちですね。超乱れ打ちですね、それね、はい。ああ今回生まれに買ってみようかな、引退詐欺ってね、はい、うん、藤井さん今何枚ですかということですが、今は今466枚です。66枚、もうちょっとで500枚ですね、頑張ってくださいね。もうフリーズに届かれるぐらいの、はい。うん、藤井君はシャイやからいじったらんなってね、コメントも来てますけどね、はい。ああ店長は部下がどんなことをしたら褒めるんですかっていうコメントも来てますけど、いや、どんなことしたらって、それはいいことしたら褒めますよ。まんまやな。どんなことしたらっていうのは難しいですけどね。ああ、マイマイは伝説のザオラル持ってるからね。これであれですか、ね、ああ、その話はやめよう。なんか懐かしいですね。大喜利ネタでしたっけ、これね。結構初期マイマイちゃうんすか、それ。だいぶ初期マイマイやった気します。初期マイマイですよね。そうですね、はい、木村さんにぶ巻き込まれたやつですね。あの鶴見店の放送でね、はい、完全に巻き込まれ事故したってやつですね、はい、はい。さあ 60% とか言われてますけども、店長どうかな、これ。お、プッシュ、おお、お見事、やったね。というわけでむいちゃら成功ですね。ということは店長ワンビンゴ達成という形になります。いや、意外にあれですね、初当たりもなかなか軽くていいですね。そうですね、ポンポンときますね、これね。さあ、そしてもうすぐ藤井さんの方が、500枚に届こうかというところになってますけどもね。いや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 、まあ、フリーズの、ね、一件はありましたけれども、はい、なかなかにこうお互いにこうなんとか初当たりとしても天井が深い割には結構ポップも来る形です ね、 これね。そうですね、はい、今日もまあ大当たりのやつもちょっとデータ見てましたけども、だいぶとなんかこう大当たりしてるような台もあったりしましたよね、これね。一台結構爆発してるような感じでしたけどね。結構回数はついてますね、はい。あれから藤井さんの方はちょっと上乗せがなってないんですけど、トータルで今何ゲームぐらいですか。トータル225ゲームですね。225、はいはい、で残りが30ゲームちょっとですかね、はい、はい、そういった形でございます。よいしょ。
ああ、まあ、ビンゴって成立してるんですか。もうワンビンゴ成立してますよ、はい、店長の方がワンビンゴですねこれね、はい、うん、ハードちゃん唐揚げスペシャルについて一言どうですね。唐揚げスペシャルについてですか。僕ね正直あれなんですよね、辛明太弁当派なんですけどね。辛明太、はい、そうなんですね。もう毎回そのパターンですか店長って。そうですね、かまど屋さんやと辛明太弁当ですね。ああ、かまど屋さんいいですね。あそこのご飯美味しいんであそこ好きですけどね僕、かまど屋さんは。ちなみに藤井さんなんか弁当とかで必ず頼むっていうのは何かあるんですか。必ず頼むんですか。僕も同じ辛明太ですね。あ、辛明太派、はい、持っていくパターンですねそれはね。ああ、ハードちゃん、ナナミは打ちましたか。ナナミ打ってないですね、はい、先制少女ナナミ、はい、打ってない。そうですね、昨日ナナミの横にあるあの猪木のアマデジは打ちましたけど横にあったんや、はいはい、うん、フリーズヒーターに藤井抜かれそうなハードちゃんって言われてますよ。湿気な。しかしフリーズとは意外に期待したいしない時の方が枚数稼げるっていう、ね、そうですね本当に、まあ、間違いないですねこれね、はい、お昼ご飯ってお弁当頼むんですかということで。いや、うちは一応まかないの方おられるんで、はい、そうです。上に食堂がね、神戸市用店さんございますので、はいはい、チャオズ出てきましたよ。チャオズ、チャオズ来た。チャオズじゃないですけどねこれね。お、ムイムイ登場、はい、というわけでさあ今ね下見えるかな、こういう形で今、ね、はい、下のパネルが光ってプッシュきましたね。さあどうだ、下プッシュ出てますかねこれね。お、藤井さんも今スイカ触ってましたね。スイカ来ましたね。さあどうかな、右側点灯してますけどね。ソルランドさよなら点灯、さよなら点灯。それチャオズやからねまんまね、自爆の時やったっけ、はい、うん。あ、自販機にコーラ入れてほしいって方もいらっしゃいますけどもね。コーラですか、それはコカ・コーラの自販機っていうことなんですかね。じゃないですかねこれに関しては。いや実はですねうちはサントリーさんと契約してるんですよね。あ、契約上っていうことですか。そうなんですよ、はい、お店によったら、はい、あの決まってるんですよ。あ、もうすでにそのうちはサントリーさんとか、うん、ある店はコカ・コーラさんとか、うん、という契約上の、ね、問題もございます。そうですね、はい、ヨーグリーナはまだありますので。え、ありましたっけ。あのちっちゃいやつがあります、ね、あ、ちっちゃいやつね。前々がずっと買い集めてますからねこれはね、はい、ちょろちょろね。あ、というわけで店長の方がプラス30ゲームですね。はい、いましたよ、はい、やむちゃなことしやがってですね。あ、まかないっていうのはメニューは決められないんですかっていうコメント来ますけど。そうですね、決めてるのはもう食材屋さんですね。あ、なるほどなるほど、はい、といった形みたいですよ。はい、まあ、サントリーはペプシコーラの販売元だっけって言われてます。そうですね、はい、サントリーはペプシですね。コーラに関してはペプシ系になるという形になりますね、はい、はい、ていうかまた藤井さん乗せてますねこれ、はいはい、やるじゃないやるじゃない何気にすごい継続してません。はい、そうですね、はい、継続って、これクーフバトルの時はね毎回あの下パネルにあのプッシュボタンが出まして押すたんびにこう乗っかっていくと。で、ちょっと上画面だけなんでちょっと見づらいかもしれませんけども、うん、下パネルで、お、激キャツやでこれ。激キャツ、激キャツ、これ激キャツやでほんま。店長これ激キャツやこれ。じゃあは何もなかった。あれあれあれえ、店長なんかスイカっぽいの出たの。あー、外れね。あれあれ、うん、煽りや、煽り、あー、煽りや、煽りや、しましたね。うん、お、またチャオズって言われてますけどね。まかないはアルバイトも出るんですかっていうコメント来ますけど、あの希望者には1食300円でうちの会社で出ます。あ、なるほど、食堂、ね、あるのかな、はい、上の食堂でね、はい、と、はい、いう形になります。お、またチャオズね、はい、サントリーでコーラペプシで、そうですね、間違いないですね。さあ店長の方もプラス5、あ、プラス5来ましたね。またクンフーバトル何人に続いてますねこれね、うん、あ、激アツの上に鬼アツがあるからなっていうコメント来ますけど、そう、何に上があるのか、うん、激アツで何も来んかったら怒るやろって。いけるんじゃない、どうかな、鼻ほじられてますから、ね、鼻ほじ来た完全に鼻ほじになってますけどね、はいはい、また鼻ほじられましたよこれ大丈夫あら、いや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 、いやいやいや、あら、あれ飛んだからのプラス5からの5ゲーム、これはサイバーマンにやられたヤムチャですか。あ、あマジか、激アツイコール5ゲームかい、激プラス5ゲームでしたね。マジっすか、あちゃー、うせやろって言われてますけど、厳しいわ
いやちょっと上乗せに関しては店長厳しいっすね。ギャルの私に対する扱い厳しいわ、ほんまに。やむちゃーって言われてる。せっかくのあれだけどね、確率も引いてるんですけどもね。いや逆に激アツとはですよね。うん、鬼アツやないと外れるでっていうコメント。へいやすごいな、うん、逆引きでドン引きとか言われますよね。メーカーに言いたいんやけど、激アツ信頼度低くするのやめてほしいっていうね、コメントも。激安とは言っていない。ハードちゃん、一回他の曜日の放送と企画交換して放送したらと、伏線の天の声とか奈良の乗り打ちとかやってほしいっていうコメントも来てますけど、ね、なるほど。乗り打ちはあれどんな感じなんですか？あれ一応枚数設定しまして、はい、まあ、パチンコもなんですけど、うん、一応パチンコは1箱で、スロットは500枚って決めてまして、はい、でまあ、それが尽きたら補給システムで罰ゲームしてもらってから補給するっていう感じですね。はい、はい、いや天の声だけは正直僕絶対嫌っすね。はい、いつも自分でも JP さんとね、あのダーヒーがディープキスするとかコメントしてるだけあって恐ろしいですね。あの何気に僕らを落とし込みようとしてますね。そうですね。まあ、一回ちょっと考えたんですけど、その曜日シャッフルというか企画シャッフル、はい、うん、まあ、スロー戦なんでね、やっぱりその設定カンパとかあの辺の方がいいのかなっていうのはありましたけどね。やる企画もね、いろいろできたらミッションビンゴやって、うん、スロー戦は設定カンパとかね、いろいろちょっと考えてはいるんですけど、はい、あれは激アツじゃなくてハゲアツというもんやですね。そんなん激アツいらんって言われますよね。うん、まかないあるぐらいやったら店員の方っていうのはお店に缶詰状態なんですかと言われてますけど、いやあれですよ、別に、はい、なんていうんですかね、コンビニとかでご飯買ってこられてるスタッフもいますよ、はい、まあ、それは利用する方は人それぞれと、そうですね、いう形ですかね、はいはい、うん、あ、境界線で新熱が出てた、神熱か、はい、が出てたって方もいらっしゃるみたいです。ゴッドぞろいですかね。ですかね、はい、まあ激安いっぱい出した方がお前ら喜ぶやろみたいな感じで作ってるから仕方ないってね、コメントも来てますけどもね。まあ嬉しいですけどね。まあね、まあ、あとはその途中の引き次第やと、お、金の卵チャンス来ますか。あれ一瞬で開いてしまった。でもなんかちょっと背景が全然今までと違いますね。違いますね、これね、なんかあるのかな、はい、なんかさっきまで腕輪みたいなんとか、はい、だけでしたもんね。お、来たぞ、来た来た来た、これあれですね、5個倒せですね、はい、これで勝てば、勝利すればその時点でまた AT 復帰確定という形ですね。これあれですよね、悟空のじいちゃんのあれですね。さあどうかな、背景は赤でしたが、おー、いった、やったで、お見事、AT 復帰ですね。尻上がりですか、これは。さすが尻上がり。そうですね、ここへ来ましたね。とりあえずなんか1000枚突破みたいですけどね、うん、これは枚数は継続になってるんですね。継続になってますね。 AT 引き戻しですからね、はい、いやでもあれですね、ドラゴンギャル人気あるんですけど面白いですね。あー、なるほど、はい、ちょっと入ってる店があんまないんで。そうですね、もう売ったことがないんですけど、うん、プライベートで。あね、個人的にはバロン木村に天の声やってほしいって方もいらっしゃいます、ね、そうですね、木村にちょっとギャフンとギャフンと言われたですよね。まあどれだけ無茶な要求が来るかっていうのはちょっと想像に固くないところありますけどね。そうですね、はい、あ、藤井君元気かって言われてますけども、まだ AT ずっと続いてますからね、これ残り3ゲームになりました。あ、3ゲーム、もう500枚は突破されましたかね。いやでも正直僕より枚数稼いでますよ。一撃で言えば。そうですね、先ほど600何枚でしたっけ、80枚ぐらいでしたっけ。 今749まで上がってますね。もう完全に今枚数抜かれましたね。フリーズで負けた。いやでも続くもんですね、ここまでね、藤井副主任の方ね、はい、あ、また金の卵チャンスの煽りは来てますが、はい、どうかな、はい、からの、あ、さっきのやつ、店長のやつ確定画面って言われてましたね。あの確定のやつ出てた、引き戻し確定画面って言われてましたけどね。あ、全員集合みたいなやつですね。はい、やと思いますけどね。まあ、知り上がりの森さすがやでって言われてますけどね。想定の中断もひどかったって言われてますけどね、うん、藤井君バジリスク語ってって言われてますけども、バジリスク語ってですか、はい、バジリスクどうですか、打たれててどの辺面白み感じます。まあ、原生
がまあ一番いいかなっていうのはありますけどね。で BC 自体がまあ軽いんで、そうですね、うん、BC 入れようと思う、入れる分に関しては全然軽いですから、はい、まだ間口は広い感じはしますけれどもね、はい、そうですね。ああね、木村は最近逃げてるからな、天井集結で天の声でもいいですけどねって言われますけど、もうわちゃわちゃすぎるね、これね、こうなってくると。AKB は寝台出ますかっていうコメントも来てますけども、スロットですか？スロットはどうなんでしょうね、この辺は。でも最近、京楽さんはちょっと一切情報ないですね。ああ、スロットに関しては。はい。まあね、6万5千分の1のフリーズ点点点って言われてますけど、まあそれは言わないですね。言わないでよ。枚数では完全にちょっと藤井不思議の方が上回ってしまいましたからね。はい。というわけで、引き戻しのあれもなかった形ですかね、藤井さんの方は ね、はい、ね、マイジャグ3について語ってくださいというコメントが来ますけど、なんか、まあ、見たことないんですけどね、なんかいろいろと告知パターンあるらしいですね、また、はい、はい、なんか点滅はないのかな、なんかこう LED のなんかいろいろと真ん中つくのがいろいろと工夫というか、あの変化があるらしいですけどね、はい、今回についてはあれ、藤井さん何枚で終わったんですか？今744で終わりました。惜しいね。惜しいですね、はい、もうちょっと伸びてればってとこですけどもね。そうですね。さあ、チャンス来ましたね、店長ね。はい、ちょっとここで乗せときたいですね。そうですね、せめてあのバトルでいくと結構まとまったゲーム数乗りますんでね、これ基本的にね、はい、さっき5ゲームやってんあれは多分その間での引き次第でしょう、それは。はい、ああ、神戸地区で店長集結っていうのはないんですか、あと神戸地区の襟真込みでっていうコメント来てますけども、襟真でなんかでも出てくれるみたいな話してたんですけどね。 あ、そうなんですか。はい、はい、じゃあいっぺんちょっとその辺も企画というかやってみますか。はい、一応こんな感じで、僕も出てあげようかって言ってましたよね。あ、そうなんですか僕も出てあげようかはい、うちの襟真は親分って言うんですけどね。あ、ヤブチマネージャーバレちゃった。あのあれですね、平塚の放送に出ていただいてた。出られてたということで。あ、そうなんですか。僕が出たときは機械の話するから視聴数上がるんだよ。どうなんですかね、そこ関西とどうなんだろうね、違うところなのかな。いや、関東の方では非常にあのね、はい、あの機種のお話は非常に好評やったという話で、ね、はい、伺っておりますんでね。まあ、でもやっぱり詳しいですね。うん、もうすごい。あ、またなんかこの画面になりましたよ。画面来ましたね。ひょっとしたらこれなのかな。煽り、でもなんか煽り来ましたね。引き戻しの煽り来そうな気しますけど。あ、来ましたね。これを倒せばいいんですね。そうですね、倒せば、また AT 復帰という形ですね。うん、そう、親分エリマネになったのかということで、そうですね。親分元からエリマネなんですけど、そう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 、向こうでもエリマネされてましたね。そう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 、はい。まあ、親分はもともとは関東の方なんですかっていうコメント来てますけど、いやでもね、生まれはこっちらしいんですよ。関西の方ので大学かなんかで関東行ってからずっと向こうで働かれてたっていう話ですけど。なるほどなるほど。どこが確定やねんこれどこ確定やねんこれ、引き戻しの演出発展が確定なんでしょう。おいおいおい、どこ確定やねんって思わず言うてしまいましたよおそらくはあの引き戻しのあの画面に行くのが確定、引き戻しのあれの演出に行くのが確定じゃないでしょうね、はい、わらわらってね、嘘だ思ってますけどね、はい。告知打って今度って言われてますけど、告知マスターズ、いやぶっちゃけね、僕打ったんすよこの前。あ、打ったんすか、はい、はい、ちょっとね、あの操作性の悪さは一日中打てないですね。いやー確かに、私もね多放送で打ったんですけど、はい、もう何言っていいか分からなかったですね、はい、確かにちょっとシュールすぎたというか。そうですね、まあ、告知とかに関してはそのね、ちょっと遊び心がね、あるからね、遊び心ございますんで、うん、まあ、その辺は楽しめるかもしれませんけども、はい、店長としてはもうちょっとこの操作性を良くしてほしかったと。そうですね、うん、いうところですかね、はい。梅北ありましたよね。梅北は確か告知マスターズありますね。ありますね、はい、お、何の音だ今、ピュンピュンピュン言いましたけど、今チャンス目かな。チャンス目ですね、はい、そうですね、左7狙ってはるんで、おそらくこぼしはないかと思いますけどね、はい、そうですね、はい。店長とか主任とかホールはホールに出ないときは何をしてはるんですかというコメントも来てますけどもね。いや基本的には、ね、事務作業とかはやられてる、いろいろあるんですよ、はい、はい、
まあ、あとはね、展示会とかも行かれるということもね、そうですね、はあ、よくあるという話ですから、まあ、先代の書類作ったりとか、あ、書類ね、書類処理というのも、だいぶと大変という話はお聞きしますけどね、報告業務とかもいろいろあるんですけど、はい、全然呼んでいただいたら、もうすぐ行きますよ、そちらを優先して、あ、なるほど、はい、はい、ニコ生を見てきましたと、そうです、いうことを言っていただければね、はい、店長、すぐ出ていくという話ですので。はい、うん、告知は梅北での雷ですよって言われてますけどもね、展示会って素人でも行けるんですかっていうコメント来てますけども、多分基本はあれですね、ホールかメーカー関係者じゃないとお断りされますね。そうですね、業界関係者の方のみの公開という形におそらくなるかと思いますけどもね、はい、番長のお問いでね、そうにね、明日水を置いてくれますからね、直球なコメント来てますよね、はい、さあ、おまたあれですね、軽快音楽ともに10ステージですね、はい、いわゆる広角パターンですけれども、はい、お、じゃあ明日シールもらいに行くって方いらっしゃいますよ、皆さん、お、皆さんシールですかシールですか、はい、ちょっとこちら、はい、はい、これですよ、ハード盛り、ハード盛り、クソ余ってますよ皆さん、クソ余ってますからね皆さんまあね、今新しいシール着々と出てるんで、そうですね、はい、はい、もらいに来てくださいね皆さん、本当に、ね、はい、うん、いや、言うたらくれるんですか、いや、もう全然あれです、はい、もらってください、むしろ、ね、クソ余ってる、わらわらって言われてます、クソ余ってますんではい、ぜひ皆さんね、シールもらいに来ていただければ、そうですね、もうそうそう、もう無駄に机とかに貼ろうかって思ってますから無駄にね僕いただいたやつ大事に持ってますからね、ありがとうございます、私も今持ってますよちゃんと、はい、ありがとうございます、うん、ね、あ、店員さんに言うたらいいんですかっていうコメントも来てますけど、そうですね、私が不在の時でも渡せるようにはしてますので、あ、なるほど、店員さんというかね、スタッフさんに言っていただければと思いますので、はい、あ、ドラちゃんシールがいいねってね、コメント来てますね、くっそドラちゃんの方かい私今持ってますよシールいや、僕も欲しいですけどね、はい、みんなのシール、この前ね、いらした時にちょうど、はい、はいって言って渡されたのがありましたね、そうそうそう、ね、嬉しかったですね、うん、オカルト店長にいただきまして、そうですね、はいはい、オカルト店長もね、今ちょうど、尼崎中央店に行かれてね、そう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 、頑張っておられると思う、シールね、尼崎中央店でも鶴見でもお渡しできるというふうに伺ってますの で、はい、ですんでね、はい、ぜひご覧に来てあげてください、行った際はよろしくお願いしますね、はい、なんて言ってもらったらいいんですかっていうコメントを来ますけどハードシールください、ハードハードちゃんシールくださいって言ってもらう、ね、普通にシールくださいって言っていただけたらなんか合言葉決めますかそれさらにハードル上がらんから大丈夫かな、そうですね、ギャルのパンティー遅れかシールくれたらいいわそれあれじゃないですか、どこのウーロンやどこのウーロンやね、そうですね、小ネタ挟んできためちゃめちゃ小ネタ挟んできたなこれ、さすがですね、親分のシールもあるんだよね、欲しいなって、あ、なんかね、関東で作られてたみたいですね、なるほど、うん、親分、そうですね、シール持ってるんですかね、どうなんでしょう、こっちに持ってきたかどうかまた確認しないといけないかな、はい、それだけはちょっとわからないですね、はい、あ、ハードちゃんのシール大事にしてますよって方もいらっしゃいますよ、これありがとうございます、ね、かと思いきやですね、はい、ね、それもらったらどの台に貼っとけばいいですかっていうコメントも来ましたけど、泣きますよ、台に貼るのはおやめくださいね、はい、逆にちょっとショックですよねそうですねえみたいな、そうそうそうね、もらったにもかかわらず、あ、他にもハードチェンジのシール大事に持ってます方いらっしゃいますか、ね、いや、本当ありがとうございます、うん、そのシールをゴーゴーランプのところに貼ったらできになりますからやめてください、僕の特定されますけどね、はい、もう僕のシールの股間が光るぐらいですそんなやつもひわ、あ、これがね、清純派と言われる、さすが刺激ですね、はい、この辺はね、はい、ああ、オカルト店長、木曜放送に笑ってもらえればハードちゃん言ってよってね、コメント来たんですけどね、はい、はい、ああ、森さんのシールくださいで行けますかって、明日行きますよ、すね、マジで、あ、来てください、来てください、ぜひいらしてください、はい、そうそう、森店長のね、ニコ生のシールくださいって言ったらおそらくくれはると思いますんで大丈夫です、はい、まだですかね、東店長のやつもあるんですか、ギリギリありますね、ギリ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 ってもう東店長はもうほとんど渡したんで、東店長、あ、大半はもう渡されたんですね、はい、もうほんまに数枚だけこっち置いてるだけなんで、なるほど、まあ、それも欲しい人にはまあ差し上げれるかなという、ね、そうですね、はい、まあ、五角店長のシールだけはね、本当にすぐなくなっちゃったそう で、ね、私たちも持ってないので、いや、あれもすごかったらしいですね、なんか次の日でもうほぼ全部なくなったなくなったという話は伺ってますけどもね、はい、エンデックでは酒パのリストバンドのジュースいっぱいおごるんですけど、ありましたね、それね、まあでも全然言ってもらったら、はい、はい、おごりますって言ったら変ですけどねそれで来ていただけるんだろうかね、はい、はい、
はあ、誰のシールに貼り返せばいいですかってあのビックリマンじゃないんでね、はい、似てますけれども。そうですね、はいはい、ジェペさんなんかシール作ったら。何の木こりシール。そうですね俺作ってもしゃあないやん、そんな。みんなで、みんなで作りますか。どうせあれやもん、もう俺のシールだけ履けへんで俺がへこむパターンになるから。よく言う、その何だそのネガティブさ、ね、私の方がひどいけどジェペさんも大概ひどいよな。最近プロ野球もビックリマンシール作ってるんでいいじゃないですか。あ、そうあ、そうなんだ。あの、そうや、阪神の、うん、そう鳥谷、そうでした。あれ欲しかったわ。鳥谷金本、確かね、あの普通の選手の名前もあればなぜかビックリマンを思わせてる名前のやつもあるみたいな。あの金本ヘラクライストとかね、ありましたね、そういえばね、はい、シャイヤからカウンターのところにシール置いといてって方もいらっしゃいますけど、ね、はい、ICカード生産するところに貼りますのでやめてくださいね、本当ね。そのシールを店長のチャリに貼っとけばいいですかってコメントしてます、ね、僕のチャリに貼るんですかバレバレじゃないですかもうね、そういういきなり貼るとかいうのはやめてくださいね、まあ、ご自身の分にね、物に貼っていただく分には全然構わないですけど、はい、お店の器物には貼らないでくださいね、よろしくお願いします、はい、プロ野球が真似したのかハードが真似したのかはっきりさせようやって方もいらっしゃいますよね。いやー、もうせ僕は真似したというか、なんか順番に作っていかれただけなんですけどね、はい、順繰りにね、ちょうど回ってきたという感じですね。そうですね、で意外にできるのが早かったっていう、はい、ちょうどトイレの前におしぼりあるところに置いてくれると助かるって方もいらっしゃいますけど、はい、そうですねあ、リアルな話何枚余ってるんですかっていうコメントしますけど、ね、あー何枚でしょうね、50枚ぐらいちゃいますかね。50枚ぐらい、はい、あれ100枚ぐらい最初は。そうですね、100枚ぐらいですね。おお、フジさんの方が向いちゃいましたね。森の妖精を JP おじさんシール作りましょうって方もいらっしゃいます。森の妖精、あれ妖精なんですかね、これはね。あ、エンデックのグッズはネギ玉が担当だったけど東海に移動やから立ち消えになったんですよ。いや、あの人嘘つきなんでね言うてるだけですよ、本当に作るってはっきり宣言してましたけどね、かつてね、はい、はい、まあ、その話はどこ行ったのかちょっと分かりませんけどね。という形でまだまだね、神戸中央店の方 のシールはあるということですので、そうですね、ぜひ店舗の方にいらしてください、はい、うん、暑いって言われてますけども、さあこれは藤井さんの方かな。残り砲撃は、あ、これラストか、はい、1個しか砲撃なかったのかな。そうですね、はい、マイマイシール欲しいな、マイマイのはないんですかってコメント来てますけど、いや作ってくださいよ本当に、ね、誰、どこに言えばいいんやろうね、ああいうのって、ね、うんうん、探すか、絵描いてもらう、誰かに、誰かに描いてもらわねえからね、ねえ、しゃあないですね、僕が描きましょうかお店長の絵、僕が描きましょうか、なかなか、はい、一旦引き取りますか一旦、はい、めちゃくちゃ男前に描きますよ本当、マジっすか、お願いしたいですね、はい、うん、エンデック分シールがあったら欲しいけどな、まだないんですよ、その辺についてはね、作ってないもんね、うん、まだ作ってないですね、うん、まだっていうか、まあ、作る予定も今のところなかったですからね。そうですね、はい、まず焼き鳥社長を作らんとダメですから ね、 そうですね、まずそっちからっていうか、悪意のある絵になりそうと言われてますね、はい、ベスカに描いてもらったらええんちゃうかな。ベスカかいや、独特な絵ですからね。そうですね、でも本当になんかこう特徴のある絵描かれますからね、ベスカさんね。そうですね、はい、この前もライザップでだいぶとご機嫌でしたけどね。あれはでもね、ボケ潰されてちょっと怒ってましたけど ね、 そうですね、ババコンが池田店長にボケ潰されて。あ、そうなんですか、はい、だいぶおこでしたけど ね、 そうですね、お前先やんないって言われてましたけど、その模様はね、YouTube ではい、ぜひご覧ください。はい、まな板かなと言われてますけどね。藤井君元気かってな、このコメント定期的に来ますけども ね、 ね、何気にさっきのムイムチャレンジもちょっとね、はい、砲撃少なかったんで失敗しちゃいましたけど、ね、ジャイアントロボシール作らないんですか。ジャイアントロボシールいいじゃないですか。可愛、ね、ね、くなりそう。可愛いですけどね。ちょっとハニカミがちなジャイアントロボみたいな。高道のくシールではないんですね。でも一平さん、高道のくの時の髪型の写真見てみたいですけどね。まあでもあれですよ。大体高道のくってネットで検索していただいて、はい、出てきた画像を見ていただいたら大体どんな感じだったか。およそわかる感じですか。なるほどね。ちょっと一平皆さんググってみてください。はい、普段ね、高見徳さんがされてる髪型を普段はされてるということですよね、はい、そうなんです、
うん、レスラーですか。そうですね、もともとは、どこでしたっけ、海援隊道場だったかな、確かであの辺でやってはったかなと思いますけどね。うん、まず焼き鳥シャツを関西にキコちゃん出てロシアンジャグラーでレギュラー出してほしいってね。それも限定やん。やりましたな、ね、そういえば、うん、いやね、社長は今忙しいのでね。あと忙しいんですか。東海で、ね、東海始まったんですよ。はい、エンレス東海始まりまして、ネギ玉とタッグ組んで頑張ってます。はい、頑張っておりますんで、向こうの方の放送もぜひね、皆さんご覧になる機会があったらよろしくお願いします。はい、はい、藤井君は緊張してるから優しくしたってな、早よしゃべりやと言われてますけどね。そうなんだね。全然優しくないですね。全然優しくなかったね。うん、あ、角刈りの前髪すだれとか言われてますけど、まさにその通りの髪型なんですかね、この辺は。そうですね。うん、最近テレサテンの歌が流行ってるみたいです。これどういうことかな。なんかでもテレビでやってましたね、最近特集かなんか。あ、そうなんですか。はい、テレサテンさんとだいぶと言うたらなんですけど、不倫の曲とかだいぶ多いですけどね。あー、そうですね、不倫であったりとかの愛人系の曲というか、あ、ね、さすがスナック通ってるだけある。さすがっすね。さすがっす。まあ僕も第一のテレサテン結構売ってましたけどね。ありましたね。そうですね、ありましたね、そういえば。まあ、やっぱり償いか、まあ、その流れに身を任せのリーチにガンドラムスで森来ましたよ。森だけに森来ましたよ。森ステージ来ましたね。もう宝玉あと1個でマックスですからね。ああ、出遅れた。インデック軍の皆様、ゲスパワー中央総本部の皆様、こんばんは。はい、中央総本部なんや。いつもよりゲスパワー結構広がってますからね、最近。はい、勝手に支部作らないでください。いや、寝屋川南支部をなんか作られたって話聞きましたけどもね。はい、はい、森店長、相変わらずに声してますねってね、言われてますけどね。本当ですか。皆さんのおかげで声が治ってきました。治ってきた、はい、らしいですよ。そうですね。はい、うん、はい、蜂蜜溜めてたんで大丈夫ですよ。ハチミツですか、プーさんですか、はい、それは。ハチミツ食べたいな。先週いつでしたっけ、あれこれやってた。やったよね。駄菓子放送か。駄菓子放送の時にそうみんなでなんかやってましたね。はい、大工さんも含めてなんか3人でプーさんやってた記憶がありますけどね。浅田真央がラジオで言うて人気に火がついたテレサテン。あ、そうなんや。え、真央ちゃ んテレサテン聞いてんの。なんかあれでなんかアイススケートってピンと来ないですけどもね。そうですね。まあ、実際に使うわけじゃないでしょうけども。来ましたよ、来ました。おっ、おお、むいちゃんが来ましたね。しかもこんだけ溜まってますからね。しかもそうですね、砲撃が6つですから、だいぶと聞く台は持ってるんじゃないですか。はい、たこ焼きを倒しますよ、僕は。たこ焼き、はい、大仏だけに、奈良打ち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 、木曜日の、あ、木曜日、今週から、あ、来週か。来週からね、土曜日放送。そうです、はい、奈良内土曜日に変わりますんでね。ちょうどね、神戸地方と入れ替わりみたいな感じですかね。そうですね、ちょうど、はい、そうですね、場所的には入れ替わった感じですかね。はい、いいんですか、僕らが木曜日で。いやー、パチンコミッションやってくれるんじゃないんですか。あ、そっちの方ですか。そっちのですか。ねえ、モックンスタイルじゃないんですか。モックンスタイル、モックンスタイルじゃないんですね。あくまで刺激スタイルにしたことですか。はい、刺激スタイル、はい、ハードちゃんスタイル。なるほど。おっ、なんかオーラ一遍来ましたね。どうかな、店長。これでいくんじゃないですか。まだこれさっきもこれで当たりましたよ、このパンチで。そして、あー、いたー。お、店長さすがむいちゃん強いですね、この辺ね。いや、やりましたよ。いや、おめでとうございます。という形でまたエキですね。さあ、藤井さんの方がちょっとだいぶと立ちましたかね、AT 終わってから。そうですね、200件くらいか。またデモ画面にちょっと戻っちゃったデモ画面、はい、すみません。ずっと今、船漕いでるところですけどね。はい、たこ焼きを倒す厳しいんで、ね、蜂蜜テッテ主任が集めてくれますよってね。テッテ主任は着ぐるみよう着てはりましたよね、あの人ね。あの人はほんまクマっぽいですもんね、なんかね。クマさん似合いそうですよね。スガキちゃんですね。はい、はい、そうです、そうです。あのね、ずっと放送の方にはね、ずっと出ていただいてまして、はい、あ、藤井さん好きな駄菓子はありますかって言われてますよ。駄菓子ですか。はい、駄菓子、よっちゃんイカ好きですね。よっちゃんイカ、はい、結構お酒飲みな感じですか。はい、僕結構お酒飲みです、ね、やっぱりそうですよね。はい、あ、それも僕 JP さんにまだそう思ってずっと撮ってたんですけど。何ですか。はい、この前の駄菓子配信の時のよっちゃんイカ当たりやったんで。ああ、マジですか。おめでとう、おめでとう。ずっと JP さんにまだそう思ってたんですよ。あ、それ初めて聞きました。あ、そう、当たってましたか。はい、あ、了解しました。また交換していきますね、それね。
あ、木曜日の反省会を追いかけて競馬反省するんでしょう。あ、それワクワク店長にやってもらいましょうか。そうですね、はい、そうですね、うん、たこ焼き重曹に沈むと言われますよね、はい。最終回知らずにアックンスタイル見に来た人が愕然とする姿がモックンスタイルって言われます。あー、なるほどね。そうですね、はい。あ、今帰宅したギャルです、こんばんはということでね、ありがとうございます。ギャルの方ですか。ギャルと言いながら、この方はあのスナックママさんですね、はい、いつもね。 ありがとうございます、ムック様ファンですね。ムック様ファンですね、はい。ムック店長いらっしゃるんですか。いや、今日はいてないんちゃいます。あ、いや、今日いてないんですか。誰か膝枕して、ちょっと疲れてきたからさあ、このクオリティはママさんの方に届いたんですかね、これね、はい、届きましたかね、うん、ドラゴンなママさんですね、うん。うん、ギャル俺と絡んでとかね、コミュニケーションね、バラすなよ、それはありますけど、ちゃんとね、あの小手班長、こちらにも登録されておりますんでね、はい、そういった形でね、店長、見事当選されてます。これ、ちょっと待ってください、ママさんがクッソ、ちょっと似てるやんけって、あ、お墨付きいただいた、やった、ありがとうございます、ね、これ、絶対来週の火曜日怒られるな、俺、来週の火曜日あなたたち2人怒られなさい、本当に絶対怒られると思うよ。だって JP さん、モノマネしてへんとか嘘つくやんか、うん、JP さん、バンバンやってるからね、ガンガンやってんのよね、バンバン、全然バンバンやってないですよね、このままね。いや、ちょっとモノマネしようとしてる。まあ、このままね、まあまあまあ、まあ、もうぼちぼちね、時間来ますんで、はい。なんなんこれ。まあまあまあ、まっちゃんの彼女、あの AKB の、うん、誰やったかな、うん、なんか似てるけどね、うん、めっちゃ見てるやん、まあ、言ってはりましたね、それね、確かね、めっちゃ見てるやん、うん、あ、ずっとムック店長バージョンしてるか言われてますから、はい、ちょっと疲れますね、うん、だいぶ疲れますね、これね、うん、あのやるにも結構、あれですよ、体力疲れますからね、そうですね、はい、あー、というわけで、ぼちぼちと、お時間が、ぼちぼちと、いやー、2時から来コーナーですか、これ、本当にまた2時から来コーナーやってくれてますね、ハード店長ね、はい、おますね、もう。いやでももうあと4ゲームしかないんですよ、ね、4ゲーム、じゃあこれ終わってからしましょうか、はい、まあまあまあ、うん、まあまあ、うん、ってコメント来てます、ね、今、ものまね入った、ものまね入った、ものまね入りましたね、思わずコメント来ますね、うん、キキシリーズまたやるんですかっていうコメント来てますけど、あ、キキシリーズですか。いや、キキシリーズをやらすのはあれさ、たこ揚げ店長ですよ。いやー、まあ、まあ、やるにしたやったことないでしょ。あ、キキちゃんやったもんね、キキちゃんやったよ、俺ヨーグルトとどん兵衛やってみ、だあれ、どん兵衛はキキじゃないやん。いやでもあれきつかったよ。はい、じゃあ僕ハンバーガー買ってきます。やめてください、あの宮戸店長やめてください。宮戸店長ですね、これね、はい、あれ本人ほんまに天然でしたからね。あれ行かなかったよ、あの画面に行かなかったっすよ。言うたん誰や、もう、はい、チャオズ出てきましたよ、なんかあれあれバトルも行かなかったけど、バトルも行かなかったっすね、僕店長しっかりしてよ、はい、おかしいな、うん、ちょっとじゃあやりタイム行こうかといった形でございまして、ね、終了、はい、終了といった形でございます、はい、お疲れ様でございました。あ、今日は2時から聞こうのなかったから、そうですね、いやでも十分、まあ、フリーズも含めてですけども、まあ、でもあの藤井さんがすごい頑張ってくれたと思いますよ、今日あれ確か藤井さんがね、継続っていうかワンセットで結構引き伸ばしましたよね。そうですね、はい、はい、ああでも未だに極悪さんとハード店長と監督さんの区別ついてないっていうのをコメント来てますけど、マジですか。それはあの区別はつけていただければという。今巷ではあれですよね、あの極悪店長とボンドマネージャーの区別が、あ、そうですね、北山マネエリアマネージャーの区別がつかないって方も結構いらっしゃるみたいですけどね、はい、そうですね、はい、めっちゃ似てますもんね。僕もでもどっちかというとワクワク寄りのような気がするんですけど、ね、ワクワク寄り、はい、ブッシュ寄りではなくて、えではないらしいですよ、はい、えって最近ある方に言われたんですけどね。ある方、ある方って誰、ある方に言われたんですけど、ね、あ、そうなんですか、はい、はい、そうですね、ちょっとねムッシュ監督とはちょっと清潔感が違うって言われてるので、なるほど、そこでは区別はちゃんとつけてると、ね、清純派と清純派なんですかね。そうですね、はい、といった形でございまして、お疲れ様でございました、はい、といった形でございまして、寝台のね、ドラゴンギャル打ってきましたけども、はい、ハード店長どうでした。いやー面白かったですけどね、はい、なんか全然高ベースっていうのをお金使ってないんで感じなかったですけどね、うん、まあそれはあるかもしれないんですけど、はい、でもあのこういう街も非常にいいというのと含めて、はい、まあ、今日上げ上げアッパーの設定で打ちましたけども、だいぶ多発当たりも早かった気がします。結構引き戻しも多いですね。そうですね、引き戻しも2回か3回ぐらいやってましたんでね、はい、
じゃあ藤井さん聞きますけど、どうでした、ちょっとあの初当たり苦戦した感じもありましたけど。そうですね、でも後の伸びがだいぶ面白くいい感じで、はい、行ったんで、まあ、ちょっとプライベートでまたちょっと行ってみようかななんて、はい、打ってみたいなというのもありますから、ね、結構あれですね、途中ハード店長はこうセット数バンバンときたのに対して、はい、藤井さんの方はこう上乗せでゲーム数稼いでたような感じもありますんでね、はい、まあ、その辺もまたいろいろと解析が出てきたら皆さんね、あの調べてまた打っていくのもね、一挙かなと思いますんで、ぜひまた神戸中央来てね、はい、ドラゴンギャル5台、今回ね火曜日入ってますんで、打っていただければと思いますんで、ぜひどうぞよろしくお願いをいたします。はい、お願いします。はい、といった形で、あと告知としてはまた言っときますか。言っときますか、はい、あれ藤井さん、あれはあれですか。あれですね。ちょっとね。はい、ちょっとお待ちください。少々お待ちください。そうですね。じゃあ先に6月も神戸中央スロット館でっていうお話からいきましょうか。そうですね。はい、うん、ページ見つからんから藤井さんやっぱり先行って。はい。雑。いや、はい、じゃあ行きましょう。まあまあまあ明日 ね、まあやっぱりまあいろいろとあるかと思いますけど、まあ明日5月もラストということでございますんで。明日というか、ほんの日付変わって今日でございますけどもね、はい、またあの日曜日もね、この神戸中央スロット館来ていただければというふうに思いますんで、皆さん、ね、そうですね、はい、ぜひとも明日も来ていただきたいなということと、はい、で6月からあれですね、はい、木曜日に、はい、こちら神戸市地区のね、生田川インター店とこちら神戸中央スロット館の2店舗木曜日に、はいはい、やらせていただくという形になりますので、ぜひ皆さん、曜日変わりましてもあのこうぜひご愛顧のほどよろしくお願いをいたします。そうですね、はい、ということで来週からは黒子のバスケと、はいはい、歌プリ見てください。おい歌プリ見たいけど、うちも見たいけど、ね、こっち来てるからね、あの奈良と寝屋川南お願いしますね、はい、土曜日は。そうですね、あのパチの穴とかも土曜日やってますんでね。あ、なるほどなるほど、はい、稲垣咲ちゃん見てくださいこら、はい、なんでそんな裏番、あの我々の木川さんの裏番組を送るんですか。はい、いやとか言ってね、刺激はちゃんとコメントくれるんでね、はい、はい、そうですよ、毎回見てはりますからね、はい、パチの穴はいいんですよ、こっちですよ、こっちスロー線の真髄っていうことで、そうですよ、はい、そっちですよ、はい、ですよ、ね、はい、梅北店と豊中南スロット館、木川神戸町スロット館のスロー線徹底取材ということで、はい、大調査って書いてますけどもね、はい、6月もまた期待していただきたいのと、はい、さらにまだ次のページめくったら、はい、スロッターズガイドブック、おまた神戸中央とかの気候な目北店ということでズバッと、はい、そして相変わらず光ってるここのね、ここですよ、店長アズマって書いてますけどもね、はい、これですか、ここ、はい、ここいいんですよこっち見てください、こっち、あ、こっち、あ、こっちか、はい、以上、うちはなんかバジリスク絆のなんかトップ5をなんかあれですね、取材されてますね、あ、はい、だいぶとすごいなんか景気のいい数字も、一応4月から5月前半のトップ5は全部万枚超えしてますね。なるほど、といった形でございますんでね、はい、今日もね、あの非常に稼働盛り上がってたという話もお聞きしてますんで、そうですね、またね、はい、あの神戸中央いらっしゃった時にはですね、まあ、あのバジリスクも30台ほどございますんで、はい、はい、ぜひ打っていただければと思いますんでね、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。はい、それとね、あとこちら信頼入れ替えを行いまして、はい、ドラゴンギャルと、あ、本日しましたドラゴンギャルと、あとはパイユキですね。そうですね、はい、こちらの方が5台ずつ、はい、導入済みでございますんで、はい、もし平日まだ来られてない方に関しましては、はい、明日日曜日お休みだと思うので、はい、そうですね、ぜひとも信頼うちに来てください、はい、よろしくお願いします。またあの明記復活の方もね、リクエスト募集してますので、はい、ぜひお店に来てね、こんなんも入れてほしいなというお声があれば、ぜひ店長ね、スタッフにお声かけてみてください、はい、ね、と思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、はい、といった形で本日は、はい、はい、お送りしてお前のおね、ごまかしたおーい、おーい、大丈夫か、大丈夫かこれね、はい、はい、ちょっとフラッときてますけど、ね、ちょっとお疲れかな、はい、そうですね、はい、というわけでね、神戸中央スロット館ね、いつも通りのビンゴをやってきましたけれども、またね、来週寂しいな、土曜日、そう、もう土曜日ラストになりますけどもね、いやでもね、よく考えたら、はい、神戸中央スロット館って最初日曜日やったんですよね。そうなんですよね、そうなんです、これスライド3回目なんですよ、3回目です、何に結構変わってますからね、曜日はね、そうですね、もじゃさんとふささんが辞めた時に土曜日に移動しますんで、あ、ちょっとだから1年ぐらいかな、はい、1年ちょっと土曜日でさせていただいたんですね、これそういう形でありますね、はい、そうですね、はい、まあ、でも土曜日ね、固定のお客様も多いと思いますので、はい、まあ、その、引き続きね、木曜日も見ていただいて、うん、まあ、土曜日もキコナチャンネルありますので、はい、ぜひ一緒に見ていただけたらと思います。そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。そうですよ、皆さん、黒子のバスケは録画してこっち見てくださいね。そうですね、はい、キコナチャンネル見てくださいね、はい、お願いします、本当にできればと思いますんで、またよろしくお願いいたします、はい、します、お願いします、はい、というわけで本日ね、2時に2時間、お送りしてまいりましたけれども、また来週からはこちら木曜日の配信でお会いをいたしましょう、はい、ちなみに木曜日一発目、はい、
僕も出ます。おいそういった形で、はい、あとあの初週なんですけども、はい、まあ、あのワクワク店長からご連絡いただきまして、はい、生田川からスタートということで、生田川からスタート、そうですね、はい、ただ僕はちょっと途中参戦になるかもしれないですけど、ました、ただ僕はダビスター打つって言ってるんで、はい、いやそれはちょっと因縁の対決になりますね、気候なチャンネル VS ダビスター。そうですね、なんか、まあ、木曜日、ね、僕の店長は、はい、オーメン か、はい、なんかウルトラマン太郎って言ってたんで、濃いなこれはいいな、これはいいよ、ダビスターしかないやろ、俺個人的にはちょっと楽しみですね、オーメンっていや前回の生田川の信頼がそれなんですよ。あ、なるほど、そうなんですか。オーメンとオーメン、しかもマックスですよ。うおマックスアマデジじゃないんや。どっちでしたっけね、マックスかミドルか忘れましたけど、アマデジではないです。いやすごいの来ましたね。爆音のオーメンね、ウルトラマン太郎とダビスタも寝台で入ってるんで、なるほど、こうなったら僕はダビスタでオーメン返上しないとダメやろうと。そうですね、はい、あと今うまいこと言うてねこれね、はい、はい、じゃあちょっとねその辺も楽しみにしながら、はい、どうぞぜひね木曜日の放送も楽しみにしていただければと思います、はい、よろしくお願いします。というわけでまたね来週今度は木曜日にお会いをする形にしましょう。お疲れ、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。明日まだだよ、今日は誰もリクエストしてこなかったのものまねを久しぶりに彼女に会いに来た。おかえり。最近どう？粛々と生きてます相変わらずだね。で、なんで来たの？なんとなく前も言ってた。キコーナ。はい、というわけでお疲れ様でした。お疲れ様でした。といった形でございまして、はい、競馬で夢見ちゃう TV というやつがね、新たに今度は始まりましてですね。そうですよ、競馬で夢見ましょうみんな。ね、はい。はい、背中が店長背中がすすけてるって言われてます。お前や。すすけてますか。泣きの竜や。っていうかそんないつからそんななんか派手なタイトルになった。今日から。と、うん、いうかプラスアルファシゲルの勘だけで予想しちゃう TV が始まってるんですが、はい、というわけでこちら。まあ、この前のオークスのやつ、あ、オークスのあっちやね、はい、はい、ちょっといやーオークスダメだったね。もうちょっとスロットじゃなくて予想コーナー見に来た。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、なんか恒例になってきたね、嬉しいね、
ね、本当にわざわざ見ていただいている方もいらっしゃったみたいで、いやというわけで、はい、オークス予想でございますけれども、マイマイがねこれサネタンボックスレッツゴードンキークイーンズリングコンセタトゥールで、ディアマイダーリンと相変わらずの穴狙いで一番人気を外していったんですが、まあ見事にかすりもせずという形ですね。仕方ない、お疲れ様でした、ありがとうございます、はい、まあ、しょっちゅうタイトル変わるなんて間違いないですねこれね、はい、もうコロコロ変えていきますし大丈夫ですよ、はい、はい、そして、次に行きたいのがこれであれですね、シゲル店長の方の予想、相変わらず3連服、はい、ですねこれ、はい、シング・ウィズ・ジョイとコンセタス、コンテスタ・トゥーレとミキク、ミキクイーンはね、そうそう1着やったんですよ、1着だったんですよ、その他が16着17着というね、そう見事な逆噴射でしたよねこれね、はい、シゲル店長、はい、うん、夢見たいってね方もいらっしゃいますけどね、はい、期待を問い直うということで、そして、これが、ね、ハード店長、刺激店長のね、オークスの様子でございましたけども、ルージュバック頭出たんですよね、これ紐にちゃんとミキクイーンとクルミナルを入れてはいたんですけれども、はい、うん、惜しかったというか、ルージュバックあと一押しでしたけどね、はい、ぶっちゃけ言っていいですか、はい、はい、実はこっそり先週競馬会そう、これこの人、そうそう、引退採用おじさん、引退採用おじさんですからねこっそり買いに行って、はい、ルージュバック一切買わなかった最低でしょ、予想に反してるんですよこの人、はい、何してんすかそれ、そうですね、いや予想は本当に惜しかったですねこれに関しては、ミッキーも買ってるんですけど結局やっぱり岩田から全部行ってしまった、あ、やっぱりレッツゴードンキから行っちゃったと、はい、レッツゴードンキ結局10着ということでしたんでね、そうなんですよ、はい、ちょっとうちで足ためれなかったですね、向こう正面で引っかかっちゃったんでね、はい、はい、といった形でございました、変わんなかったのかって言われたんですけどね、こんばんは、寝落ちしてた競馬には間に合ったというのありがとうございます、ありがとうございます、はい、引退作業さん来ましたよ、いつものね、はい、バカ岩田バカってやっとるやないかって、予想嘘つくなとか言われてますけどね、はい、あ、2000万出だし夢見たいよねっていうコメントも来てますけど、ね、いやみんなで夢見ようよ、はい、というわけで私の予想はこれでございました、アンドリエッテとね5着だったんですけども、途中癒し使ったんですけどもね、もうちょっと3着まで入ってくれたらよかったんですけどもね、一等軸だからか、これそうですね、まあ、1等軸したって、まあ、5着なんで、まあまあね、まあまあ、でもまあ、予想としては悪くはなかったと自分の中では思ってます、なるほど、はい、うん、パチ好きあるあるどうしても奇数買っちゃうっていう、あ、でも僕奇数は基本的には嫌いますね、格変ですね、うん、格変なんですけど、はい、奇数ってその枠順で的に言うと、馬をゲートの中に先入れるんですよ、あ、そう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 ですね、でゲートの中で待たされて、で偶数が後なんですよね、後入れなんですよ基本的には、で偶数の馬がダダこねるとその分ねちょっと馬がストレスたまるんですよね、そうそう、ずっと待たされたりしますんでね、はい、はい、うん、あ、ハードちゃん現役復帰ですかって言われてますよ、いやそもそも引退してないから、引退してるんでね、引退詐欺してないでしょ、詐欺でしょ、詐欺おじさんじゃないですか、うん、ハード何してんのって今予想めっちゃ見てますね、予想っていうより今ダイスポの中見てますねこれね、あ、エロエロエロ記事見てますねこれね、どう考えてもね、すいません、はい、読者プレゼントは、はい、何やろこれ JP さん何もらえるんですかねそれあかんやつでしょ、これあかんやつそれそれあかんやつでしょあの放送したあかんやつですから、ね、あ、それバンなるわ、なるほど、クイズに答えて抽選で1名の方に今回紹介している女の子と遊べる招待券をプレゼント、あ、それ店長いいじゃないですか送りましょうよしかもあのその広告に出てる、はいはいはい、女の子のウエストの数字を書いて送るってやつなんですよね、それね、見てるやん見てるやん、あの今週見てますから、見てるやん、ちゃんと見てます、ただ応募要領に、うん、なぜか既婚か未婚かまで書かなあかんっていう、これ謎ですよ、ね、謎ですね、これね、あれです、お前よ、これなんでかっていうと既婚の場合はあれなんですよ、あの贈り元を違う形にして送ってくるんですよ、え、あ、なるほど、ね、バレるからってこと、そう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 、そんな抵抗ねんの、そう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 、いやー、てか JP さんがこれで応募してるっていうのは分かりま、絶対応募してるねこれほんまや、間違いないよまあまあまあ、そんな茶番も置いといて、まあ置いときまして、はい、行きますかね、あ、京都県馬に一度だけ行ったよっていうの、あと上の方はいいよね、はい、ゴールドシップみたいな暴れ馬は特にいて、そうですね、基本的にはゲートは後の方がいいですけどもね、はい、はい、うん、別の意味で弓当てるんよねとか言われますけども、はい、はい、じゃあまずどうしよう、誰からいきましょう、じゃあ、あと今回からですね、なんとワクワクが参戦ということで、緊急参戦、生田川インター店店長、ワクワク店長も緊急参戦でございますんで、はい、予想にていうか何気にね、大間さん詳しいと、はい、めちゃめちゃ詳しいですね、はい、この方、若いのに、お話聞いてますんで、あ、今単勝情報流れてきました、ありがとうございます、ありがとうございます、一番人気はドゥラメンテの 2.4 倍、リアルスティードが 4.0 倍続いておりますね、サタノクラウンが 6.7 倍で、ここまで単勝10倍を切っておりますと、なるほど、店長、じゃあこっち来てもらっていいですか、こちら、はい、来ていただきまして、はい、はい、
小ネタ、明日のダービー、過去忘れな草賞の勝ち馬からオークスを勝った年はダービーが皐月賞3着以内の歴史的名馬のみっていうコメント来てますね。へー、オルフェーブルとかルドルフとかその辺みたいですね。皐月、はい、3着どうやったっけ今年、皐月賞。皐月3着はあの北三ブラックですね。あー、はい、なるほど ね、 そうですね。だから3着以内の歴史、あ、そうか、サスキ賞3着以内ですから、はい、だからいわゆる、頭から言うとデュラメンテ、リアルスティール、ル、ね、北サンブラックという形になるんですよ、ね、あ、そこが硬そうなのかな、うん、じゃあ、はい、じゃあどうしますかね。じゃあまずはシゲル店長行きます。お、行きましょうか。1点買い、いつも通りの。あ、1点買いじゃないですよ今回。いよいよこ、とうとう買い方覚えた。まあ、あの任せますって言われたんですけど ね、 なるほどですね。任せます任せますって言われたんですけど、今回ね、はい、一応日本ダービーなんで、はい、シミュレーションの掛け金が5000円になるんですよね。忘れてた忘れてた。そうそう、ね、5000円では、一発逆転ということで、はい、日本ダービーと、宝塚記念、はい、で最後の有馬記念、有馬記念は掛け金が5000円になります。3000円から5000に5000基本になりますんで、はい、グレードアップになります、はい、ということで、今回ねシゲル店長4と選んでもらったんですよ。はい、で、まあ、あの3連単、まあ、3連単好きなんで、はい、まあ、3連単ボックスで、はい、でね、まあ、これ多分200円でいけるんじゃないかなと思うんですけど、サトノラーゼ、1番サトノラーゼン、14番のデュラメンテ、15番のミューゼスルッタン、17番の北サンブラック。あ、さっき言ってたね、北サンブラックとデュラメンテは入ってますけどね。入ってますけれども、なんと3連単ボックスということで、これ過去200円ずつ、はい、ボックスというのは、その関わった馬の馬券をすべての通り買うということですね。そうですね、はい、はい、といった形になります。なんと200円ずつで、4800キコという形がまず茂る予想になります、はい、何気に人気どころ来ましたね。結構硬い、硬、ね、いっちゃ硬いですよね、まあ、リアルスティールだけかな外れてんのは。そうですね、はい、これ茂る店長ね、はい、はい、そしてなるほど、じゃあ次私行きますか、はい、ごめんね、私も急ぎ足で書いたんでちょっと字汚いんですけど、はい、はい、申し訳ない。前々予想来ました、ドン、7番のレイブニストラル川田、はい、11番サトノクラウンルメールですね、はい、2番のタンタリグリアのエビーナジョッキーと14番のドラメンテ、3連単のボックス各200円ずつで4800キコ、はい、そうですね、もう外人は絶対買いますんで。そうですね、基本的にルメールというムールは基本で買っていく。でもね、外人ちょっと今回人気出てるじゃないですか、まあ、相当ちょっと選んでね、ちょっとあれですけど、うん、まあこれで相当人気してますからね、はい、それについては、はい、といった形を2番、はい、7番、11番、14番ちょっとエビナ頑張ってほしいんですけどね、私。いや、いい枠入ったと思います、はい、そうですね、さ、ここ最近のね、ダービーってどちらかというと内枠有利なんですよ。ほうほうほう、だから今回有力馬外枠に固まったんで、あ、ですよね、ひょっとしたらやっぱり3着に内枠から救ってくる馬がいるんじゃないかなっていうのが僕思ってますね、はい、はい、といった形でございます、はい、はい、で、じゃあ3番、じゃあ、じゃあ、え、ワクワク店長いきますか。ワクワク店長いきましょうか。じゃあ、はい、ワクワク店長だいぶ硬いですけどね、はい、硬いの来ました、せーのドン、本命レーブミストラル、お、結構いいとこ来ましたね、川田ジョッキーですね、はい、対抗に14番のデュラメンテ、黒三角、ターン穴の方がサトノラーゼンですね、はい、白三角福穴の方にリアルスティールで、注意の、罰の方は17番のキタスタンブラック、というかで3連複数がこれ各400円になってるんですが、各500円ですかねかなの10点ですかね。10点ですね。あ、あとこれ500円になってました。はい、500円の5000円です。5000円ですね。はい。と、はいったかね、ワクワクさせてよっていうね、コメントきますけど、はい、あ、1枠は絡みそうなんていう予想も来たりはしてますけれどもね。サトノラーゼね、岩田ですけども。はい。といった形でございまして。じゃあどっちいたしますか。私から行きましょうか。お、っていうかね、もうめっちゃ被ってますよもう。まあでも今回はね。被りました僕。ドドン。まあ、あ、硬い。ハードモリ予想、はい、14番ドラメンテ、ドラメンテから、はい、1番のサトノラーゼン、7番のレイブミストラル、はい、17番の北サンブラックに、北サンブラック、はい、で急遽書き直しましたけど、はい、14、1に2000機構、はい、7と17には1500機構ずつですね。なるほど、5000機構という、はい、おまたね、手堅くまとめた形ですが、ドラメンテやっぱりだいぶと強いという風な予想されますか。そうですね、まあ、ちょっと硬いんじゃないのかなと思いますけどね、倍率からも、うん、そうですね、まあ、前走の皐月賞だいぶちょっとお行儀の悪い競馬をしたんですが、はいはい、いわゆる 外の馬をちょっとぶっ飛ばしてきちゃったんですけど、でもやっぱりそのあの足色
見る限りはだいぶとね、はい、期待を持ってるんじゃないかと。紐の方がだいぶとちょっと穴っぽいところも含めてる、ね、まあ、穴っぽいというか、あえてリアルスティールは外しましたね。あ、やっぱり安いというのも、安いのもありますし、まあ、まあダブル外人もあまりないやろうということで、今回はあえて外人ジョッキーを嫌ってみた。そうですね、うん、まあ、でもこの方は予想違反するんでね、いつも実際買うときはさあ実際の買う馬券はどういう風になるのやら、知らねえし、知らねえし、知らねえし、明日仕事だし買いに行けねえし、買いに行けないっていうね。明日の天気も注意やると、はい、雨でやや思いより悪かったら瞬発力身長の馬を割引っていうねコメントも来ていますけど、ね、なるほど、はい、というわけでサトノラーズ岩田ジョッキーですよねこれ確か。そうですね、はい、それとあとはレイブミストの川田ジョッキーと、ジュダマの北三ブロック北村博ジョッキーという形でございますけれども、はい、じゃあ最後私、はい、じゃあやりますよ、はい、どうぞ、はい、じゃあ JP 先生、 JP 先生語りますからね、いちびっちゃう TV ですからね、はい、はい、じゃあお願いします。はい、といった形でございまして、はい、私ダディ JP でございます。予想こうなりました、ドン、はい、ドドンということで、ね、はい、リアルスティール本命にしました。おそらく、まあ、この馬に関してはあのミチワルが瞬発力うんぬんかの先ほどコメント来てたんですが、道悪になってもだいぶとあの切れ味はそがれない、あのディープサンクではあるんですけどもね。であと、まあ、デュラメンテとかこの辺 の、 あのキングカメハメハサンクが最近すごく活躍してるんですけど、ただダービーを買ったことが一度もないんですよ。そうですね、ということは東京2400で底力をこう試されるようなことになったときにはやっぱり一歩足りないんじゃないかな、はい、なるほど、いうふうに思ってます。ただやっぱりその足としては非常に素晴らしいものを持ってますんで、私この13番14番 の、 あの1着2着の裏返しですね、うん、こちらから流す形しました。だからおそらく1着2着は13番14番で決まるであろうという前提ですけれども、うん、あとはひも穴、北三ブラック外枠入りましたけれども基本的には東京得意ですこの馬、あとはやっぱり内枠の1番2番はちょっと気をつけたいですね、打ち救われると思って。なるほどね、まあ里のクラウンも、まあ、ちょっと長いというか直線長いところでの爆発力にかけるんですけども、一瞬の足うまく使えたら食い込みはあるんじゃないかなというのと、なるほど、ね、あとはレイブミストナルはまあここまで2400東京2400 2回勝っておりますので、はい、まあ、適性 は非常に高いかなと。ちょっと注意したのはこの10番のミューゼエイリアン、ミューゼエイリアン、これはね来そうな気がします。あの血統面的に言うと、あの母父エルコンドルパサーっていうのは結構ね、はい、あの穴開けるパターンって多いんですよ。なんかこう間違いというか、あのなんというか、こう流れがね、うん、はい、こうごちゃごちゃした時には来てくるんじゃないかなと思います、はい、なるほど、ね、ちょっと細かいですけども、はい、13番14番から1番2番11番17番を各600円、13番から14番をから13、14から70番を300円ですね。で14番13番からを、それぞれちょろちょろ買って合計5000円という形にさせていただきました。なるほど。あえてリアルスティールが頭で結構あれですね、買い目も多いわけですね。はい、僕はもう基本的にはリアルスティールの方が今回に関しては適正な上であるというふうに思ってますんで。なるほどね。はい、以上でございます。いやー、こういうのをね、こう木曜日に反省会するという感じになると思いますけども、うん、まあちょっとそれもね楽しみですけども、はい、まあ、結構今回みんなじゃあ予想偏ってるのかな、似てんのかな。うん、似てましたね。まあでもね、やっぱり人気馬のところを買うとこうなるのかな。ああ、3連単の一番人気は14番13番11番の18.9倍。ああ、 18.9倍、安いですね、安いね。うん、だいぶと3連単売れてるっぽいですねこれはね。はい、まあでもガチガチってなさそうやけどな、なんかどっかあれ来ますけどもね、うん、はい、まあでも楽しみですね明日ね、はい、といった形で皆さんのそれぞれの予想をね、はい、あの楽しんでいただければと思います。あとはね、各馬券は各人の責任においてお買い求めください、はい、あくまで参考にさせていただければ。あ、そうですね、明日東京10レースですね。そうです、あの日本ダービー東京10レースですね、はい、皆さんあの買うときにはお間違いないように、はい、注意をしていただければと思います。2時から饒舌 JP 笑った。2時から饒舌そう、1回も噛まんかったから。そうですね、あんな僕らの放送の時噛むのにどういうことですか。めっちゃ噛んでたもんね、はい、すごいねやっぱりね、うん、はい、はい、といった形でございます。じゃあ明日はね、みんなでちょっと見守りましょうか ね、はい、ね、楽しみに3時半からね、はい、放送をね、はい、見ていただければと思いますんで、はい、はい、じゃあこれの結果は木曜日やりますか。そうですね、はい、はい、反省会早速生田川で、あのいわゆる赤ペン先生やりながら、そうですね、なんでこうたんやと、そうそうそう、そういうことをいろいろ楽しみしながらね、はい、行きたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。
そういった形で本日もお送りしてまいりました競馬で夢見ちゃうチリビーね、はい、また来週の木曜日にお会いしたいと思います、はい、お疲れ様でございました、はい、ありがとうございます交代さま